はいええー、皆さんこんばんは、えー、それではですね、えー、いよいよ今日からスタートです司法、えー、書士試験の2022年合格目標実践力パワーアップ講座の今日は卓一編の民法の第一回目ということで、えー、今日からいよいよ皆さんとですね一緒に来年の試験に向けて走り始める今日は本当にいいオリンピックの開会式、ね、外に出るなと言われているにもかかわらず皆さん今日たくさんの方生でこの新宿エルタワー本校にまで集まっていただきましてもちろん皆さん方 感染対策の物感染対策をしっかりしていただいた上えでのご参加だと思います迎え入れる我々の方も皆さん方をお迎えするのに消毒と余念なく準備を整えておりましたで今日はのこういったのちょうどオリンピックもスタートする日に合わせまして、ね、気持ちよく実戦力パワーアップ講座スタートしていただけるんじゃないかと思います今日はの無料体験の方もいらっしゃっておりますのでどんなふうに講義をしていけばいいのか、まあ、聞いていけばいいのかそして勉強していけばいいのか。 えー、結果的に、まあ、実践力という選択をされなかったとしてもですね今日のこの無料体験が皆さんの勉強のお役に立てるようなそういう有効な情報もおお話ししてていこうと思っておりますさあそれではあのお皆さん2021年の司法書士試験、えー、受験からもう3週間ほど経ちまして少し、えーま、疲労なども回復されていらっしゃいましたか。 私、まだあの疲れが残っておりましていや年々あの、本試験疲れというのがえ消えるのがです、ね、時間がかかるようになっていや今年はちょっときついなと思っている次第なんですが、まあ、そうは言ってもです、ね、え今日はあの我々、司法書士講師にとってはいわゆるあのお正月に当たる日なんですもう来年の試験に向けたです、ね、まさに初日スタートの初日という日と私は位置づけております。ね、私ももも何気なく今日日迎えたわけでではははありませんん実はもう昨日からです、ねまあ、入念の準備はもちろん 整えておりましたが非常にあの実は講義をする講師の身としても非常に身の引き締まるそして、皆様を来年の合格に導いていくこの責任とです、ね、重圧というのは毎年やっていてもやはり薄れることはないんですねでもちろん本当にこう走り切らなきゃいけないのは皆さん方であるそれは分かっていますですけれども私たちもです、ね、とにかく講座を受講してそしてエレックで学んでくださっている以上はもう絶対に来年皆様方を合格させたいし そうしなきゃいけない使命を持って抗議しておりますであの、本当にあの私、日々思うのがあと何年、講師続けられるのかというのを本当に日々感じていますそれがやはり抗議の,の,の仕事というのは皆さんにどう見えるかわからないんですが結構つらいんですね、えー、それは体力的にもそして精神的にもです。皆さん方特に今あ,ー、ね、あのー 成功したというご報告たくさんいただいてますが非常に悔しい思いをしたというですねご報告もまたそれ以上にいただいてますそこにやはり向き合ってそして皆さん方の問題点を探って来年に向けてこれをこう改善してなんとか来年達成しようという激励をしてで激励をして皆さん方のこう前向きになってくれるでもその過程で私たちも3倍も4倍も皆さんとやっぱり向き合うとどっと疲れるんですで、それを5時間、6時間個別相談毎日のようにやっておりますからねなかなかあの家帰るとグッと。 ったりという状態なんですが、でもそれだけやって、皆さん方をこう合格にサポートして。そして、その後、その結果、合格したという報告をもらう時の、あの嬉しさ。もう、本当、こうしむよりに尽きるなと思っているところです。毎年、毎年思うのが、もうやめよう、もうやめよう、ね。だけども、皆さん方の合格報告聞いてしまうと。えー、いや、もう一年頑張ろう。ね、なんていうふうに、毎年のように思ってます。で、それは、あの、昨年の合格発表の時も,も、もちろんそうでした。ええー、そして、あの、今年の秋、また新たな。 合格した人のご報告を受ければですすねままた同じよううに思うと思といます、えー、でも今はもう皆さん方のためにですね今日こうやって実践力始まりましたのでとにかく来年皆さん方を受からせるためにどうやったらそれが実現可能か毎年考えてはいるんですが毎年変えています今年も去年とは違ういろいろなの取り組みをしていこうと思いますので今日は前半の冒頭でそういったあの。の えーまあ、皆さん方が実践力を利用するのであればどういうです、ねえー、1年間を暮らして、まあ、もう1年ありませんね1年はないもう6か月と、えー、今日をです、ねあのー、過ごして合格へ走っていけばいいのかというヒントになるようなアドバイスをまず冒頭にさせていただこうと思います。 さあそれではじゃあまずあの私の自己紹介はいいですよねいいですよね別にあのもうよろしいかと思いますあのレックで長年講師やっておりましてもう実践力自体ももう何年目でしょうか覚えていません、えー、初めて持ったのが2008年向けの実践力だったと記憶しているのでまあそこからあの一度だけあのあの 今となってはもう本当にです、ねえー、伝説の講義になっているんですが一度だけパーローと実践力を根本さんと私でひっくり返した年があったどすべりしたの、両方どすべりしてですねもう二度とやるめよう、ね、二度とひっくり返すのをやめようと、えー、レックのスタッフ、えー、講師ともども反省しきりだったんですがその,あの、えー、一度だけですねあの今となっては本当伝説のおひっくり返しの年、えー、以外のところで毎年やってますのでもう10年以上、まあ、15年以上ですかねやっているというところで。もうどこに 何が書いてるかもう隅々まで熟知しておりますですのでもう非常に相性のいいテキストですから私自身もこの実践力の,の講義が大好きです、えー、この大好きなテキストと一緒に皆さんと一緒に走っていけるのは非常に喜びでもあり、まあ、先ほど言った通り私自身のですね責任も重いのも痛感していますから非常にあの今日、ね、ここを迎えるにあたって決意新たにもう本当に私も今日朝玄関に出るときに背筋が引き締まるような思いで家を出てまいりました。で皆さんと一緒に、ね もうとにかく来年に向けて走っていこうと思います。さあ、それでは今日お申し込み済みの方持ってきてくださっているものをちょっと確認したいんですけれども。まず実践力パワーアップ講座のテキスト。 えー、民法一をお持ちいただいているかと思います。それとですね、えー、サブテキストをですね。ちょっと私これ書き込みしちゃったんです。二千二十二年向けということでサブテキスト全一冊です。で、えー、バーコード番号がついておりまして SU 二一四九四というでまああの。 全部が全部じゃないんですがこの21というのはあの現在2021年ということで,です、ねえー、21になっておりますただ、あのー、リバイバルのテキストなんかを使うこともありますから必ずしもその現在の西暦とあったのこのバーコードの番号が合うわけではありません、まあ、今回の、えー、サブテキストに関しては21コード21494ですそして民法のセルフレクチャーこれ全3冊今日は丸1持ってきていただければ構いません。えー、セルフレクチャーも 495、えー、と496、497 49とえ続いて、えー、いますかね。 2と3はそれぞれのタイミングで次丸 ② に入るから持ってきてというふうに申し上げると思いますので差し当たっては丸 ① を持ってきていただければと思いますで、無料体験してくださっている方は無料体験冊子というものをお渡ししております今日使っていくもの全て入っております無料体験冊子お持ちでない方はあのどうぞ手元に後であのお取りいただきたいんですがこちら今日の使用テキストの部分と今日の部分についてのセルフレクチャー のの部分が後ろのページに入ってままいりますで今日はサブテキストを使っていきませんので、えーあのー、セルフレクチャーとメインテキストの部分こちらの部分の抜粋版となっております。 それではあの、持ってきていただいているものを各自確認して、えー、いただいた上でです、ね、あの毎回、毎回皆さんに持ってきていただくのはこのメインの赤拍子のテキストとそれからのサブテキスト全1冊、まあ、今日は使いませんがでも毎回お持ちくださいそして、えー、セルフレクチャーも、えー、配信配信とか範囲の進行に合わせて今日は丸一 まる二、ま三と進んでいきますが、その都度申し上げますから抗議、えー、に持ってきていただきたいと思います。そして六法なんですけれども、六法についてはですね、あの皆さんにお任せします。で少なくとも毎回絶対抗議中に六法を引くということは。 あありませんあの、まあ、単発的にぽっと引くことあるかもしれませんが、えー、たまたまお手元になかったところで読み上げますから耳で聞いてあの理解していただくことはできるはずです場合によってはプレゼンターに移しますですから必ずしも攻撃中に六本持ってこなきゃいけないというそういういルールにはいたしませんただ、まあ、もちろんですね、えー、引けと言われなくたって攻撃中にふと引きたくなることもあるでしょうからそこはもう皆さんにお任せをするということです持ってくるもよし持ってこないもよし。そしてて持ってくるという際にどの もうですね初級者じゃないんですからいちいち6歩については私から指示をするまでもないと考えますでもし、好みがない何かおすすめがありませんかというふうふにおっしゃるのであれば判、まあ、例がついていないタイプの6歩がいいのかなと思っております。 薄くて、えー、そして軽くてててそし軽安いですよねで正直、あのー、6法の中に収録されている判例というのは司法試験受験生に対するセレクトですから司法書士の受験生に必ずしもマッチしているとは限らない、ね、本当に必要な判例はテキストに載ってるわけですから、えー、6法で判例を学習するというのはあまりおすすめしないわけですだったらはいらないんじゃないっていうのが、まあ、効率的な考え方で、えー、そうであれば判例がないタイプの6法をお買い求めいただくのもいいかもしれません。ただ毎年年秋ののシーーズンンに、えー、翌年バージョンの新しい6本が 各出版社から発売になりますで今年ですと早いところでは9月下旬、えーまあ、多くの出版社で10月までには出揃うんじゃないでしょうかそうすると今買ってしまうと、えー、もうあと23か月でまた新しい六本が出るというのもうちょっと尺にありますしね、えー、だったらば、まあ、今はあの六本を新しく、えー、用意せずに少なくとも民法の再建法改正が、えー 載っているものであれば引き続いて昨年からのものを使っていただいてでこの秋に新しいものが出た時に新しいものを買うかを検討するというのでよろしいんじゃないでしょうかというところですであとはあの森山さんが出している司法書士受験六法三、ね、省堂さんから出しているものですよねあれも判例がついていませんし全ての司法書士試験に必要な条文が収録されていますから私はあれはあれをおすすめです。あの 関連がついていなくて、で使用書士に必要なすべての条文が載っていて、で比較的字も、ね、大きいということですので、というか、まあ、私も使ってますし、あれど、な何の好みもないんだったら、まあ、森山さんの、えー、作った,作ったって編集したあの六本もおすすめかなと思います。それからですねあとあの民法の え間だけの話になるんですが改正前からの民法をご存知の方債権法改正と相続法改正前からの民法を勉強した経験のある方は同じく森山さんが作ったちょっともう今日、森山さんにちょっと恩を売らないと二2冊紹介しておいたよ,って言いますよ絶対言いますよ、これちょっと私、ボロボロになってるのでちゃんと使ってるのわかりますよ森山さんの,あの作っているこの、えー、携帯使用書士のネオ民法は本当おすすめです。あの これだけ破れいうかちゃんと、ね、あのあの紹介しているだけで使ってないんじゃなくて本当に私も使ってますけれどもれ森山さんのサインもらったんだっけサインああもらってもらってますもらってますすももららっっサインはかかあのもらっちゃうと売れなくなっちゃうんであので、まあ、そういうのは嘘ですけどその憲法されたのを売るなんてことはそんなことあってはいけないんですが。あの 民法の間はこれ債権法改正箇所と相続法改正箇所についてビフォーアフターが一目瞭然なので民法中はこれでしのいで秋になったら新しい六法が出たらその新しい六法を買うという形でもいいのかなとこれだったらハンデタイプですからね軽くて持ち運びもしやすいので抗議の際に持ってきていただくには十分かもしれませんただ,ただ気をつけてほしいのは債権法と相続法改正後の勉強 からののスタートの方つまり今年が1回目、えー、または昨年が1回目、えー、というような方に関しては改正前の民法を知らないのにこの、えー、改正前民法が載っている携帯使用書士のこの森山さんの今の紫のネオ民法を使うのはあままりお勧めしませんだから改正前の民法を知ってい,いらっしゃる方で,でなおかつ相続法改正と債権法改正がいまいちまだしっくりきていないというね。ね、えーえー ことをご心配な方なには方にはおすすめかなとさあそれではじゃあの六本についてはじゃあ皆さんにお任せするということで、えー、続いてのご紹介が。<coughs> この講義なんですがまずあの通学クラスと通信クラスとに大きく分かれますで通学クラスの方これはあの必ずしも新宿エルタワー本校に毎回通学されなくともです、ね、今年からの生講義をズーム配信することとなりましたでこちらの今、このコロナの状況下にあってですね状況はまあ日々変わっておりますからやはり皆さんの感じ方も違うでしょうしワクチン接種の有無なんていうのも、ね、人によって違いますから通学 通学を選択したはいいもののなかなかちょっと家を出るのが怖いという方もいらっしゃると思いますそういった方に向けまして、えー、通学クラス限定です、えー、ズーム生配信をしておりますので今日通学クラスの方にはその、えー、説明を配布させていただきましたので、えー、どうぞお目をお通しください。そそしてあの,その際にですね <laughs> 配信トラブルと極力ないようにこちらも頑張りますけれども万が一、配信トラブルとあった際にはですね翌日から通学クラスの方はもともと欠席ウェブのですねあの受講というものができますのでもし何か、何かしらかのトラブルがあった場合には大変申し訳ないんですが翌日以降の欠席ウェブ受講でもってですね講義の内容をご覧いただければと思います。そしてあの 数はあの少なくしようと今、勤めているところなんですが突発で板書が出る可能性があるんですね、板書というのはまあ事前に配布するレジュメのようなものです、でこの突発でじ事前板書がはしはあの発生した場合には大変申し訳ないんですが通学クラスの方であってもです、ね、Zoom ないしは欠席ウェブで聞いてくださっている場合にはご自分でえあのプリントアウトをしていただくよう。そののためのその 方法等についても今日プリントで配布させていただいておりますので、えー、そこをご覧になっていただければと思います。オンラインスタディの SP 上のファイル一覧という部分にアップをしていきます。なるべくその何十ページも事前版書が出るということはないようにしますが、まあえー ちょっと改正等の関係でポッと出る可能性はないとは言えないその時にはご自分で、えー、大変申し訳ないですがプリントアウトしていただくということをお願いしたいと思いますで通学クラスで 新宿エル台本校にいらっしゃっている方に関しては事前場所についてはあのこちらの方で印刷してお渡しさせていただきますえどうしてもあのなんで通学だけ場所をいつもプリントアウトしてずるいじゃないかという声を通信生の方からいただくんですけれども今年はですね大変あのその点の件を配慮して通信クラスと通学クラス事故す。を通学クラスの方が若干高めに設定させていただいていることとの関係上え通信で申し込んでくださった方大変申し訳ないんですがご自分でプリントアウトしてください。 でご自分でプリンターがないとかねあの、えー、なんで、えー、自分でやんなきゃいけないんだというお声を毎年頂くんですがちょっとそこはあのこの初回のですね、えー こ告知、えー、させていただいたところでですね。あのレクとしても、もうそういうお約束のもであのお申し込みいただいたという風うに認識しておりますので、えー、ご自分でプリントアウトをどうぞよろしくお願いします。で、今言いました通り、通学クラスの方はいらっしゃった暁にはこちらで、えー、印刷してお渡しします。そして、あの Zoom、ー、ないしは、えー 欠席ウェブで聞いてくださっている通学生の方はあのご自分でプリントアウトしてくださいただ、ズームやあの欠席ウェブで自分でプリントアウトした通学生の方はその後新宿エルタワーにいらっしゃった暁にはあの申し出ていただければ前の分の番書をプリントアウトしたものはお渡しできますのでそこはあの通信制と通学生との価格差の比として、えー、ご了承いただければと思います。 さあ、そしてこの点が一点皆さんへの告知事項です。で、あとはですね、あの過去問について毎年ご相談ご質問を受けるので、お話をしていきたいと思います。で、ご存知の通り会社法商業登記法で。 改正がございましたで今、発売になっておりますグリーンの過去問にはそれら改正情報が収録されておりませんでそこでですねあのグリーンの過去あのこのグリーンの過去問いうのはだからこれが2021年版の過去問をお持ちの方で、えー、買い替えなければいけないものとしましたら。 会社法と商業登記法の過去問はこの秋に出てきます新しい、えー、合格ゾーンをどうぞお買い求めくださいでこの秋に出てくるということで具体的にいつ出るかっていうのははっきりとしたことは申し上げられません。で,ですが10月中 をめどにしてますであの若干ずれる可能性もありますが10月中をめどにしておりますえ中旬か下旬かで科目ごとで出ていきますから若干ずれますけれどもあのそんな年をまたぐということはいたしません、ちょうど会社法のシーズンの時にですね新しい合格ゾーンが出るという形であの今、想定をしておいてほしいなと思います。 それ以外の科目に関してはこの2021年版の緑のものをお持ちの方は買い替える必要はありませんもちろん買い替えていただいても構いませんけれども特に大きな改正が会社初等以外はございませんので。 グリーンで持って使っていただいて結構です。ですが、例えばグリーンよりも前のものを持っていらっしゃる、ね、グリーンよりも前のものを持っているという方に関してはですね、これを機会に買い直すというのも一つの選択としてはありだと思います。と言いますのも、グリーンよりも前のものに関しては司法書士法の改正とそれからきょえっと民事執行法の改正がこのグリーン前だと対応してないんですね。ですからグリーン前であればまあそういったこともある。 ので、えー、じゃあ、全部買い替えていこうという,ふうに考えていかれる方も多いかと思いますその場合、その2022年版の新しいもの民法から順に9月下旬からスタートして発売していきますのでちょっとそこのところの、まあ、納品日まだはっきりとしたことを申し上げられないこれはあのずれる可能性があるということは申し上げておきますが。えー 新しいものを買うということを決めたのであれば9月下旬以降の民法以下の発売を待ってほしいんですがでも、さすがに9月下旬まで民法の加工もやらないのはまずいですから暫定的に今持っているものをやりながら新しいもので次第こう買い替えていくという形で対応してみてください。 そしてですね過去問を講義で持ってくる必要はもちろんありません過去問はご自分でやってみてくださいじゃあねあの続いてえ勉強方法等についてのお話をさせていただきたいんですが昨日本当にあのちょっとこれで時間かかっちゃってまさかこんな時間からとは思わなくてひいひい言いながらスケジュール組んだんですが、えー、ちょっと今日皆さんに突発でお渡ししました板書の方をですねご覧になっていただきたいのですがこれあの無料体験冊子等に入っておりませんで今ズーム YouTube で聞いて てくださっている方は YouTube 上にあのアップされているかと思いますので、えー、そちらをご覧になっていただきたいんですが、まあ、もしくは画面上でもご覧になれるのであれば画面上でも構いません、えー、これ通学生の方とそれから通信ウェブ受講生通信 DVD 受講生、えー、3パターン作りましたでこれまず今画面に映っているのが通学生の方です。で通学生の方は、えー 今,あの今日が7月23日実践力開講日ですねで民法が終わるのが10月の,10月の2日3ページになります10月の2日民法20回目でこれで最終回ということになりますじゃあこの10月の、えー、2日までの間どういう勉強をしていけばいいのかというのをかなりあの なんてでしょうかなりきつきつにきつきつにっていうのはかなりその皆さんの個人的状況を完全に無視して一方的にあの月曜日から金曜日がえお仕事があると仮定し夜のみ勉強そして土日がフルでえ勉強に使えるという方を想定した形で組ませてもらってますでカレンダー通りの祝日はあの体が一日空くっていう前提でもって祝日の課題は少し多めにしてるとかだからこれはもう皆さんのご自分,ご自分の状況は例えばサービス業の方であればねえ土日が休みじゃない 代わりに平日が休みという方もいらっしゃいますからこの通りやらなきゃいけないと言っているわけじゃないんですよ、1つの参考にしてほしいこれをベースに皆さんでアレンジしてほしいその土台としてほしいという意味でご提案したものなんですで一つ特徴としてはこの講義、通学クラスの方はできればあれあのスケジュール通りに、えー、受けてほしいでその次の日に復習をしてほしいで、えー。そして 週に約2コマとということなので、えー、当然ですね民法だけやっていればいいわけではないじゃあ民法と並行して具体的には何を聞いていけばいいのかでそれはちょうど今年憲法刑法が8月の11日からウェブ配信されていきますこれ順次、えー、憲法の1回目8月11日2回目8月18日といった具合に1週遅れ、えー、憲法4回 刑法4回、えー、ちょうど民法の時期に配信がすべて出揃いますですからその配信スケジュールに従って、えー、憲法刑法を民法中に聞いちゃいましょうというスケジュールになってますよね、えー、そうしましてあとは1週間に一度金曜日はオフにしていただこうということでオフ日を設定しましたがこれはも皆さんのご自分の状況によってあの変えていただいて、えー、構いません。 でちょっと細かい説明この後しますので先に4ページの方、えー、通信で、えー、2週間遅れの通信配信で、えー、講義を聞いていただく場合のスケジュールですで当然、これあ当然というかあの通学のものをただ2週間遅らしただけなんじゃないんですよ当然、カレンダーがずれますから例えばお盆期間もずれますし祝日もずれるのでそれに合わせてその微調整しました。 当然あの、祝日の時には少し多く復習できるだろう、えーだったら、本来だったら通学クラスの場合には次の日に復習するというのを例えば、祝日だからその日中に復習するとかお盆がずれるからじゃお盆の時少し多めにやるとか、えー、そういった微調整をして通学の単純に2週間遅れのスケジュールにはなってません、通信の方の身の丈に沿ったです、ねえー、あのスケジュールに直してあります。まあ、ちょっっとと参考までにの中ご覧になってていいただいてで6ページのところが通信、D DVD だけの方のの学習カレンダーとなります DVD だけの方さっきお調べしましたら4名しかいらっしゃらなかったんですけど、まあ、今後もちろん増えていかれると思いますので DVD の方についてのスケジュール、えー、まあ あの6ページ、7ページのところやはりこれ、だいぶ大きくアレンジしました、で今、これ、お聞きの方で、えー、あ私、その4名のうちの1人だって方がいらっしゃったら、このあの最初のですね、DVD 発送までの間に、えー、どうぞ、今からお話をする民放中にやっておくといいことっていうことを前倒しでやっておくつもりでね、講義の前に。 あの民法の講義実際に dvd が来る前にですね前倒しで今からアドバイスする民法中にやってほしいその他科目の勉強方法先にやっておくといいかもしれませんでもそれは皆さんにお任せします、えー、その上で次の8ページ見てほしいんですが8ページあごめんなさいあの YouTube で見てくださってる方ねこのタイトルがちょっと飛んじゃったみたいなんですよ22年向け実践力パワーアップ講座、えー、民法の講義の聞き方講義ごとの復習方法ってタイトルだけがなんかちょっとあの,とあの,なの文字化けして白くなっちゃって、ね、消えちゃったんですけど中身は変更ありませんから、えー、ご安心くださいこの講義の予習復習、えー、そして、えー、民法中にやってほしいその他科目の勉強方法ですまず初級講座ででは言われなかったと思うんですが 簡単な予習をししててきほてい、えー、ここに書いてあるとおりもちろんがっつりやられる方もいらっしゃるんですけれどもあのなんせ講義で聞いたことの印象というのはすごくやっぱり皆さんの頭に残るので自分でこう予習の際にガツガツやりすぎちゃうと そこが自分にとっての、えー、なんて言うんでしょうそうすると講義聞いた内容が頭にあまりうまく入らないということが起こりかねま,せんあ起こりかねますあ起,こ起こる可能性がありますだったらあまりガツガツ予習というよりかあ今日の範囲は、えー、次回の範囲はここまでなんだというところを眺めるというような発想で。 でたまたまその次回の範囲のところが自分が苦手な箇所だったらば、えー、少し丁寧に読むことはあってもいいと思うんですがその場合であっても編みかけ部分を中心に読んでいただければよろしいかと思います。編み掛け部分というのはちょっと今テキストを持ってらっしゃる方パラパラご覧になっていただきたいんですがグレーの編みかけが随所に入ってますよねこれが実践力のテキストの特徴でしてそのもう最初から。 軸足とするような基礎知識を編みかけしてしまえという、ねえー、あのことに基、えー、づいてのものなんですよく私は5足のうち5足の知識分かんなったっていいんだってね初級生で一発合格するような人は5足中3足の正誤判断しかできないのにそれでもちゃんと正解は、えー、取れてですね受かっていく,いくっていう実例があるもんですから5足中5足の知識をつけようとするんじゃなくていかにねその。 三足の本当に重要な基礎的でかつ自分が使いこなせる足をしっかりと自分のものにするのかというのが大事だよそれでもって消去法を使って解ければそれでいいんだという話をずっとしてきたわけなんですが勉強時間を重ねてしまうとどうしても今さら何が基礎知識で、ね。今、 何が、ね、その先の発展知識なのかもう分かりません全部基礎に思えます、ね、または全部発展に思えますなんていうふうにおっしゃるベテラン受験生が非常に多いでそういったようなことが起こってしまうのはこれ真面目にやっていた受験生の方であれば絶対に起こることなんですだって真面目に勉強しようと思ったら目の前の知識一生懸命勉強しようとするじゃないですか一生懸命勉強しようとすればそれはあの自分で、えーあのね、勉強に頑張れば頑張るほどどんどん もちろんん、えー、吸収していくことになるんですよでも、ね、その吸収がちょっとやっぱり弱いと、えー、知ってはいるけれども分かってない知ってはいるけれども生後判断使えるまでは定着してないということが起こってしまうんですでそうすると知ってはいるんだけど使えない全部見たことあるでも全部丸か鉢かは判断できない。 まあ1足ぐらいは判断できると思いますよ1足ぐらいは「丸か,ばつか××かさ,さすがにもう自信持って切れるものが出てくるでしょうでそれが例えば正しいものだったとしてで正しいものの組み合わせの問題だったとしてですよああこれ正しいあじゃあこの「あ」を含んでる「あ」と「い」と「あ」と「お」だねじゃあ「いか」「さん」だっね「1か」「さん」まではいけるだけども「あ」「い」と「あ」と「お」だったら「い」と「お」のうちどっちかがわからなきゃいけないでもそのどっちかがわからないそうすると皆さんもうあとは力づくですよね えいやって言ってもう多分こっちだろうって言って力ずくでやると大体間違えるね。でよくあの先ほどのガイナンスでも言ったんですが先生2足にまでは絞れるんです、ね、だけども、えー、間違った方を選んじゃうんです、ね、でそういった文脈で皆さんが言うのは全然端にも棒にも引っかかってないわけじゃないんだ自分は2足にまで行けたんだだけど残りあと1足が、えー、間違えてしまったので、あのー、判断ができなかったので正解できなかったんだ、ね、だから <coughs> 自分はあのー。 あとちょっとでもって合格できるはずだという文脈で多分言ってくださっていると思うんですところが我々講師にしてみればですねそれは全く一足も分かりませんでしたと言ってきた場合の受験生と実はレベルとして同じなんです二足まで絞れてだけれどもあとの一足が判断できずに不正解だった方と、ね、結局、一足も分からずにもう完全にもうお手上げ状態で不正解だった方とそんなに差はないんですよ。 だから、結局二足にまで絞れたんですでそれでだから傷は浅いでしょとんでもないんですねとんでもないんです、えー、そこを皆さんにお伝えしたいあの偉そうに言ってますけれどももちろん。えーねあの そうなってしまう原因は我々講師がやたらめったらいろんな知識をね皆さんにお伝えしちゃってるからだっていうそういう反省もありますだから、こそ知識の棚卸しですねとにかく基礎知識とそうでない知識を皆さんにしっかりと分けていただこうそのためにはもう視覚にものを言わせないとダメだめだ、ね、もういくらこれが A ランクですよとか言ったって A とか皆さんちゃんとテキストに書いてくださるんですよ A って書いてるのに復習の時には A も B も一緒くたに復習しちゃう、ね、そういったことをまあ毎年見てきて何とかしないといけないなと。 ずっと思った挙句の果て3年前からよしじゃあもう基礎知識のところに色つけちゃいもう何が何でも復習時に基礎とそうでないところ一緒くたにして復習することを避けてもらうためにもうここが基礎知識ですよっていうところを色つけよう網かけようということで網をかけ始めたのが3年前なんですくしくもですね網かけしてから多分合格率上がりましたよ あの去年の実践力の受講生もものすごくあのいい成績を皆さん出してくださった報告がでいくつもいただいていますもちろんそれはねいい成績を出した方が私に報告してくださるそういう傾向あるんだと思うんですがでもすごくいい報告をいただいています。 わけじゃないと思います。関係あると思います。だからその網がかかっているところを本当に重要視してほしいんです。でで予習するにあたって話に戻しますが、この網がかかっているところだけをざっと読むねというのでもいいですし、またまあ、その。 時間がなければね、えー、本当にパラパラ雨が降っているところの中でも、目についたところだけ読んでくるでもいい。全くゼロよりも本当に十分でも二十分でも目を通した方がいいよというレベルですから、あんまりこの予習に真剣にならないでください。で、えー、続いて講義です。講義を聞くのがやはり一番、えー、メインとなってきます。この場合ですね、通学クラスの場合にはあの早戻しじゃなくて早戻しじゃないや、早送りできないんですけど、えー、まあズームもできないですけど、それ 欠席ウェブですとかあとから、えー、ウェブ通信 DVD で聞いてくださってる方は早送りできますよね。 でまあ、早送りしていただく分には構わないんですけれどもその早送りしてるんだけれどもその分多く戻ってるっていうのは意味がないと思うんですよ早送りしながらだけども結構行きつ戻りつして、えー、なんていうことで結局蓋開けてみたら3時間より多くかかっちゃったっていうぐらいだったらむしろ早送りも早戻しもせずにね戻しもせずにじっくり3時間聞いていただいた方がいいと思うでも中には猛者もおりましてつわものもおりまして先生の講義を2倍速で聞いてますよね。 いや私の講義を2倍速で聞くのはそ眉毛つながるでしょうとかっていや私の講義を2倍速で聞くと眉毛がつながるという都市伝説があるんですがで眉毛がつながると受かるという都市伝説もあるから生地つながることを皆さんが言うあの喜んでくれるというねちょっと旗から見たらやばいんじゃないかこの集団はっていうようなあの伝説がよくあるんですが「眉毛つながりました」とかって報告来ると「あ受かるね」とか言って旗、ね、から見たらねやばい集団の会話ですよね「眉毛つながりました」とか言って喜んで報告してくれる受験生とそれに対して「ああよかったね」とか言ってる講師とかいうのは、まあ、でも本当に眉毛つながってか 過去に何十人も受かってますからあながち間違いじゃないのかなと思うんですが、まあ、だからその2倍速で聞けるイコールすごいとかっていうのは、ね、私はちょっと違うんじゃないかなと2倍速で聞いてはいるけど途中すっからかんみたいなそれだったら倍速にせずに、ねえー、じっくり聞いてもらった方がいいでそしてここにも書いてありますが反対に2倍速はおろか。 常に4時間5時間はたまた6時間かかりますとかいう人が出てくるんですなんでそんなになっちゃうんだろうってよく聞くと先生の言うこと全部書き留めようと思って,って、ね、全部メモにしてるんだってねじゃ,じゃあどうやってのだて止めて書いて止め戻して止めて書いてやってますっていう人が出てくるんですがそれはやめてください。ここに書いてある通りですね 実はあの私が話したあのこと全てが全て全部あの重要なものばかりじゃもちろんありません余談だって言いますし、ねえー、そんなにばみたいなことも話しますでそんんななの,、ね、の書き留めだって何にもなりませんしそして本当にあの書き留めるレベルまで、えー、自分のものにしておかなければいけないつまり私に成り代わるぐらい私と同じように説明できなければいけないところに関しては復習用教材のセルフレクチャーちょっと持ってらっしゃる方はパラパラ見てほしいんですが、まあ、無料体験の方は後ろについて。 ていますセルフレクチャーのですね、えー、ところで、セルフレクチャーは復習用教材なんですが、これ、あの私のクラス出身の方は、ああ、またあれかって思うと思うんですが、他の講師、ないしは他の予備校で勉強していた方に関してはお初だと思います、でこれはですねあの、えー、今日の講義の内容で、何をどこまで理解すれば合格できますかの、えー、そのいわゆるさじ加減を皆さんに、えー、お見せするためのものなんです。つまり 要件効果だけが分かればいいのか、えー、1年間なのか2年間なのかというその数字さえ分かればいいのかはたまた、えー、制度趣旨または理由付けまで完璧に答えられなければ受からないのかで特にその制度趣旨や理由までこう説明できなければあ受からないという部分そこはこのセルフレクチャーのところにですね、えー なぜそうなるのか理由を答えよっていう聞き方をしている部分があるんですねちょっと待ってくださいね理由を答えよってなんかたまたまなんか出てこない、ね、理由を答えなさいっていうふうな聞き方をしている部分、まあえー、左側が問題で、えー、右側が回答になっているんですけれども。 えー、例えば、ですねちょっと今パッと見てあの無料体験の方はちょっとその部分ないかもしれなないいんですがないと思うんですが14ページのところ開いたんですが無料体験の方には14ページまでは確か載せてないな載せてないんであれなんですが14ページの22のところにここにこにれ21の例外として表依者に重過失があって相手方が空欄。 相手方が空欄または空欄の場合およびに相手方が表依者と空欄に陥っていた時共通錯誤の場合には取り消すことができる、ね、この空欄を埋めなさいこれは空欄が分かってなければ合格できませんよでその下のところに2322の1の理由を答えようありますよねでこのように理由を答えなさいというふうな聞き方をしているものについては理由まで分からないといわゆる 合格レベルではありませんよということを言ってるわけです無料体験の方にもありましたありました理由も答えなさいというものについてはちょうど8ページの一番下28番というところに理由を答えなさいというタイプのねえー、まあ、24番もそうですね24番もそうです8ページの24番28番にもございますで、この 理由を答えなさいタイプのものは私が講義中に説明したことをまんま受講生の皆さんが同じように再現できなければいけないんです。でじゃあねその理由も答えなさいタイプの説明をちゃんと再現できるようにするためにじゃあ先生の言ったことを講義中全部メモを取る必要はあるんですかというとないです、ね、だって理由を答えなさいっていう問題がセルフレク力者にあってその理由の答えというのは 私が講義中に解説した事例ままんまだからですつまりシナリオです私の台本講義の台本がそのまま回答として載ってますからその理由を答えなさいタイプのものは理由まで答えられなければ受からないその理由を答えられるようにするためには私が講義中に話した、えー、具体的な説明をそのまま自分のものにして自分の言葉で言えるようにしなきゃいけないで,でもそのために講義の私のコメントをメモするんじゃなくて結局セルフレクチャーを見ればそれが答え 乗っているだったら講義に集中しましょう、えー、聞く時間はずっとこうあ講義中は講義に集中していただいてもう一生懸命即期間よろしく手を動かすんじゃなくてねであの講義に集中して何とかあの理解しようと努めてほしいで家帰ってセルフレクチャーやって理由を答えようあ ここは理由まで分からなきゃいけないところだったんだ、ね、っていうふうにそこでもって線引き、ふるいにかけていただいてです、ね、で理由を答えようタイプの問題だったらじゃあその理由は私が講義中に話した内容と絶対同じです、絶対同じです、ね、私が作ったんですからなので、えー、そこでもってです、ね、講義の内容を振り返りながらその理由のタイプの理由を答えようタイプのものをそこで覚えていただくそれでいいと思いますな講義中に一生懸命、ね、もうメモを取っていらっしゃる方がいる。でそれで、えー、通学だ だったらまら、あ、講義が3が6になることはないとしても通信でそれやっちゃうと3時間が4時間に4時間が5時間に、ね、ど,んどんどんどん伸びちゃってで常に3時間で収めた方と比べてですよ倍の時間をインプットに用意してしまうことになるんですそれがですね60回も、えー、超えてしまったらどんだけのロスになるかどんだけの開きになるか、ね、皆さんにはそこを気をつけていただきたいと思います。そしてて続いて 復習としてはまず、丸3講義の内容をざっと振り返ってみてください特にあのえ読みませんけれどもあこの内容は後で読んでおいてくださいねで時間が足りない方はショートカットです、はい、次、丸4先ほど言ったセールフレクチャーを解いてほしいでここに一番の時間をかけてほしいと思いますでその時に空欄を埋めなさいタイプはもう次回までに空欄を暗記するぐらいのつもりで,で理由を答えなさいタイプのものは次回までに暗記するのは無理です。 で暗記できたところで次の日忘れます。それでいいです。だけれども、とにかく覚えようと努める。 そのためには次回まで1回しか見ないんじゃなくて2回、3回と何回も見られることをお勧めしますですぐ忘れるんですけどですごい深刻な顔で質問されてくるんですけど皆さん忘れますよ、忘れますいいんです、忘れてもいいの忘れていいですから覚えようとして、ねえー、努めていただくその姿勢が重要だと、ね、結果は後からついてきますからあの次の回までに1回でも2回でも、ね、多く目に触れるようやってみてください。さあそししててページのところに参りまして 続いて過去問を解くということをお勧めします過去問については足レベルで解くのではなくてもう問題単位一問単位でお願いします合格ゾーンにはあのその範囲のタイトルが書いてありますから今日の講義が代理だったら代理の問題を解けるというのはもうタイトルから分かると思いますよって、えー、もう足レベルでちょこちょこやるんじゃなくて問題一問単位で過去問をやっていただくでその時に気をつけていただきたいのが5足をべったり解かない いわゆる編み掛けかかっていた軸足でもって、えー、まず軸足を探してもらってで軸足を判断した上でそこを使ってからの消去法で答えが出るかで答えを出したらもう次の裏を見て合ってるかを見てくださいでそれで合っていたらもうその問題は正解したとで使わなかった足を最後に読めばいいんですで使わなかった足の中にもあらこれも軸足だったわっていうのがあるかもしれませんまあそれはそれでいいからでえとにかく軸足を探すその時には講義の 網がかかってた部分の足があるかを探す、えー、そういう目線でもってこれはどれが軸なんだろうっていうねあの勉強を今からやってほしいんです。 そうすると本試験の時にいきなり軸足を探せって言われてもそういう勉強をしてないとやり方をやってないといきなりできませんからでも今からね軸を探してそこから消去法で解いていく軸はどれだって目線で過去問を解くようになるとそれがねあの身についていきますから、えー、もちろん軸として使わなかった足も読んではいただきたい読んではいただきたいんですけれどもそういう軸足判断の過去問を解くということは今からやっていただきたいと思います。そしててでですすねよく私も言ってるんですが、えー、毎年 過去問の中に、まあ平均すると一問につき一、えー、足、まああの民法はちょっと少ない気がするんですけど、えー、不動語なんかではもう二足のこともあります。特に平成二十年以降の過去問に関しては、一問中に平均一足、場合によっちゃ東京法だと二足、二度と出ない足が含まれているのが現状です。あの過去問番号で毎年こうやってのテキストに書き写してると。 1>, 1回しか出ないままもう10年、20年を経っちゃってるなんていう足っていうのが少なくないっていうのは皆さんも気づいていらっしゃると思う、ね、そういう足に限ってですよやたら難解なんですよね。でつまり、本試験委員もそんなの分かってるんですよ二度と出すつもりはない今年要するに目くらましとしてその足を使っただけ。 もう今年だったらばあれじゃないですか最小証明の最小証明の,、ねえー、証明の分使わなかった分戻ってくるかとかなんとかあんなの私たちもあの実務でもそんな、ね、最小証明で余った分については還付ができるかだから1万円の最小証明で例えば8000円分の登記申請に使ったら2000円分は還付できるのか。 我々実務の常識では最小証明はその最小証明の金額を超えて、えー、あの最小証明の金額の余った部分は放棄するっていう、ねえーまあ、発想というのが実務的発想なんですよだから戻ってくるなんてそんな知識知りませんでしたので戻ってこないでしょう、ね、放棄でしょうなんて平気で答えたら実は刀剣があったってねそんな古い刀剣根拠があったなんていう知らねえわなんて言っても講師みんな大騒ぎしてましたでそ,そのの話じゃないですがあの足だってもう二度と出ない 31年の伊勢湾台風、さっきも言いましたけど、さっきのガイナスでも言ったんですが、伊勢湾台風で登記事項が見られない、知らないよ、伊勢湾台風が大体い,い,いつあったのかだって、ね、われわれの世代でもわからないぐらいなのに、それなのに伊勢湾台風の時に登記事項証明書が取れない処理,処理をどうするか、ね、あんな、二度と出ないですよで、そういったものがじゃあ、問につき一足あるんだったら、それを見なくていいんじゃないのっていう、やらなくていいんじゃないのって、ね、さっき言った、一度でも見てしまうと、えー、知っている知識になっちゃうんですよ。 知っている知識になってしまうとそれをです、ね、知らない状態に戻すことができないんですね。じゃあ知っているものを完全に分かっている状態に高めていく必要があるかといったらもう二度と出ないんだったらその必要もないでも、生地知っちゃったっ、ね、どうしようでそういったぐらいだったらもう最初から知らないでいてほしい、まあ、過去問の中に入っているとなかなか難しいんですがそういう問題がやっぱりただあの年々多くなっている感があります。そういったものをテキスト中に、 これ見てください囲問番号を四角で囲う形でこの足の問題はもうやらなくていいこの足の問題はもうやらなくていいよというようなマークをつけてありますでこの四角で囲まれた足については囲問をやるときにもうもう読まないでほしい。 だからもう変な知識を増やしたくないから、ね、もう最初から知らないんだったらもう悩む必要すらないからですも,うなもう悩んでもらいたくないんですよ、本当にもう知らなきゃ済んだものをなんで生地知っちゃったかために悩まなきゃいけないのって、ね、で知っちゃったら知らない状態に戻らないで知っちゃったもんだからいやこれ、丸かななんていうでで人間ってねやっぱ我々って弱いので私もその気持ち分かりますそういう道をたどってきましたから読んでしまうとね意地になるんですよ。読んでしまうと意地になるでそれが、まあ 正しいのか間違ってるのか自信持てないくせに生字読んじゃったんだからせっかく読んだんだからこれを軸にしようっていうねいやらしい何て言うのかなあの欲求がやっぱり生じちゃうんですよ私も分かりますそ,れそういう道をたどってきましたから。読んだ以上は ちょっと丸か×かはっきりは言えないんだけどでも、読んじゃったんだからせっかく読んだんだからこれを使って軸にしてしまおう、ね、消去法を使っちゃおうそういう思いが出てしまうだったらば最初から読まないで済、えー、ませられるんだったら、ね、読まないで知らないままでいてほしいそういうのを資格でたくさん囲みましたので、えー、そこはもう囲もうをやるときにご注意ください。 さあそして、続いてその他なんですが民法中それでもこのカレンダーに従ってやっていてまだ余裕があるんだったら民法親族相続の過去問を先にやっていくことをお勧めします、えー、どうしてもね親族相続最後の2回ぐらいでバタバタって終わってしまいますのでそこの分の過去問があが未消化のまま不登校に突入してしまうのを避けることができるからです。 そしてさらに民法中にその他科目やっていただきたいもの先ほど言った通りあり DVD クラスの方で DVD が来るまでの間もこの丸七をやってみるといいと思います、えー、通信ウェブの人でウェブの配信があるまでの時間があったらやはり同じようにこ丸七をやってみてくださいカレンダー中に不当法でって書いてあるところがあります何やるのっていうと不動産登記法の卓一総論部分の過去問を先にやることをお勧めします合格ゾーンだと上官部分ね どうしても総論って、ね、不当法の最終回のところで、えー、こう急ぎ足になっちゃうんですいや急ぎ足や,やめろよとかって皆さんに言われるんですけどそれもなかなか難しくてですね角論を急ぎ足でやってしまう弊害と総論を急ぎ足でやってしまう弊害だと角論を、えー、急ぎ足でやっちゃう方が危険なんですだどうしても角論の方に時間かかっちゃうので総論がいつもおせおせそうすると総論の過去問を未消化のまま会社法に突入しちゃうんです。 それはそれで会社法にまた影響しますから総論部分はもう最初から、えー、自分で、えー、不当法でに必ず20問やるとかね、まあ、20問多かったら10問でもいい、ねえー、というふうな形で先に取り組んで不当法のお講義までの間に総論が終わるというのを一つ目安にしてもらうとすごくそれで、ね、あの勢いづいてあの合格勝ち取ったという方も少なくないですでまた、えー、カレンダー中に不当法記述証文をやりましょうみたいに書いてあるところ。 で皆さんのお手持ちの証文とやらが人によって違うので特定はしませんでしたがまあ書式ベーシックよりも優しい問題はやめた方がいいかなと書式ベーシック以上本試験未満の問題、ね、で一度解いたことある問題でいいと思いますでレックの方でなければ書式ベーシックをお持ちじゃないと思うそうするとちょうどその書式ベーシックに当たるのが オートマオートマ,オートマなんかじゃないですかオートマ記述式問題集は私あれもう,もう激おすすめしてるんですけどあ,のあれはもうやっぱり本当に良問良問というか良問っていうのはすごくあの問題としていいという意味ではなくというというでリスってるんですけどそうじゃなくてあの本試験の問題が問題としていいかって言ったら問題としてよくないっていう年も多いんですよ。でレックの問題ってすすごく優等生なんですよね レックの問題に慣れちゃうとその優等生の問題にはよくできた学問的によくできた問題には解けるのに荒削りの問題には対応できなくなくってしまう、ね、で本試験がじゃあ優等生かって言ったら優等生の年ありますよ今年の小等法みたいになんですが今年の不等法は少なくとも優等生とはちょっと言えなかった、ね、ああいうタイプの問題にやられてしまう、ねえー。そうであるならば いろんな作り手が作った中には荒削りな、ね、無鉄砲な問題があるようなものを使った方がむしろ本試験に近いともいえる、ね、なのでそういう意味ではあのレックのものに限らずですね他社さんのもので本試験未満のものを使ってみることをお勧めしますご自分で解いてみてくださいそしてカレンダー中「記述実践力テキスト」とあるのは9月15日発送の「実践力パワーアップ講座記述編講義編テキスト」。 記述編にはテキスト2冊あって講義編と演習編っていうのがあるんですよ。で演習編は問題集ですからそれはいいとして。 講義編には100台の,あの変態赤松さんが作ったあの100台のです、ね、やらしい問題があの収録されていますでこれ、やらしすぎてです、ね、もうあの本当に質問されてもうわっていうような、ね、そんなの出してるんだみたいなさすがに私も,あのもう、えー、昨年全部解きましたけれどもそのい初年度の時にに、ね、あの100問の問題初めて見た時に吐き気を催しましたもうなんでこんなよく作ったなっていうようなもの。でも まあ実務をよく知っている若松さんですからもう法廷相続証明情報てんこ盛りとかねえいうような本当に実務に即した戸籍読み取りえあの鬼問題とかねえいうようなものをたくさん入ってますのでそれを不当法ままで待つ必要ありません1日4問以上でこのなんと100台もありますから100台を不当法中までに終わらせるためには民法中からもうどしどしやってってほしいんです。回4問と 書きましたけども,もっとできるんだったらもっとやっていいでこれをあらかじめやっておくと不当法中にに非常に楽だと思います講義一応3回ついてるんですけど100万の問題を3回の講義で解説できるわけもなく赤松さんがピックアップしたものしか解説講義ありませんからあらかじめ100台全部解けてるのが実は講義聞く上での理想なんですね、えー、ぜひ前倒しをしてみてくださいさあそしてカレンダー中会社法で会社デーって書いてあるでこの会社デーについてはまあ 過去問やってもいいんですけど改正があるので改正の対応の過去問がまだ出てないことを考えると過去問を自分で先にやって改正引っかかっちゃったっていうのはまたそれしも嫌なので、えー、また今年の会社法で少しやらかしちゃった気味の方はやっぱ条文,文学習が足りないでも今更会社法の条文を読むのは苦痛極まりない。 だったらば条文をベースに一問一答タイプの問題を出題している公認会計士の過去問を皆さんにお勧めしようと思っておりますでこちらなんですけれども、えー、これレックの中でしか販売しておりませんあの本屋さんには販売していませんのでご注意ください一問一答問題集企業法会社法じゃないですよ企業法というタイトルになっていますで これあの今売ってるものはほとんど在庫がないそうです在庫がないので8月中旬に新しく発売されるもうちょっと前になるかもしれないという話ですでもあの詳しいことは他の試験種なんであのちょっと私はあ預かりしし知らないところもあるんですが一応確認しましたら8月中旬以降で公認会計士の企業法の、えー、問題これがです、ね、改正対応しておりまして非常に見ていただくとお分かりになると思うんですが 短いんですよ一問がで条文まんまなんですよで条文まんまであの文末だけあの変えているでバツなの気づきますか丸なの気づきますかみたいな。 で司法書士の試験の会社法って長いでしょ、長いしあの入り組んでるし登場人物多いしでそれよりも非常にレベルは、えー、あの簡単です、簡単なんだけど条文まんま問題という新鮮な聞き方をしてくれる、おまけにこれだけの,、えー、あの分量がありますからいわゆる一問一答というのもこれだけあればですね非常にあのお腹いっぱい量としても満足できる内容だと思うんです。でおまけににレベルとしては非常に標準的ですから会社法のウォ,ウォーミングアップに 非常に持ってこいねいうことになりますのでこれ新しいもの発売されて以降レックの方で、えー、あの購入をですねいただければと思いますさあそして8月の、えー、何日だったっけえっ、ー、と8月の、えー、11日からははは配信が始まります憲法の先取り講義これ今私毎週っていうか毎日一,一生懸命今収録しているところですこれはあの 通学の方でも通信で聞いていただく形になるんですが、えー、本試験後に取ったものですから去年のものではありません、えー、今年は新たに取り直しておりますでそれを順次配信していくんですがこのカレンダー中に憲法刑法の講義を聞きましょうとある場合ここは予習いりませんで、えー、憲法刑法については復習も軽めセルフレクチャーだけにしてみてください。 そして過去問まですから一応民法中に憲法刑法を聞き終わってしまいたいんですがそれについて時間はさほど取らないように,取らないように、ね、してもらうとよろしいかなと思います。 こうういったような形で民法をぜひ取り組んでいただいてまた不動産東京になりましたら不動産東京と同じように何をどうやるべきかお話ししてままいります。もうとにかく中上級講座というのは、ね、皆さんにもちろん改正点だ今まで、えー、未消化だった部分だ、ね、そして何が基礎で何が発展知識かそういったような知識をお話しする面も強いんですけどそれよりももっと大事なことは 今この科目にこれだけの時間をかけていて大丈夫なんだっていう安心感を持ってもらうことで安心感を持って勉強するのとこれやってていいんだろうか、ね、いいんだろうかこの科目今やっててっていうドキドキしながら、ね、ビクビクしながら勉強するのとでは同じことをやっていても効果が全然違うんですね。 だから、その安心を皆さんに持ってもらいたいね。そのための計画はこちらにお任せください。もうだてに23年講師あ23年か。もう講師やってませんからそれだけ多くの合格者出しております。そして、あの私自身もそのまちょっと勿論えそんな。 ありませんけど自分でツイッターやって自分の教え子がこんなにいるんだってことにちょっとびっくりしましたでこんだけ世の中に本職として今自分のかつての教え子がもちろんそれは私の講義だけじゃなくていろんな講師の講義を、ね、受けてきたと思うんですがこんなにも私の講義を受けてくれた司法書士が世の中にいるんだってことにちょっと感動すら覚えました、ね、でそれだけ皆さん、えーあの 先生に言われた通りやって受かいました未だに合格して10年も20年も経ってのにいまだに言ってくれる本職もいてですねそれこそこの間福岡行った時には福岡で合格者がやっぱり集まってくれて。であの そのやっっぱり同じようなことを言ててくれてました、えー、何をやればいいのかねもう教えてくれたのが一番大きかったっていうようなことを言ってくださってたので、まあ、そこはもう私も自信を持とうと思ってますので私が自信持って皆さんにアドバイスしなければ皆さんだってねあの心配で、えー、そこに参考にできませんよねだから私はそこは自信持ってます自信持ってますからもう皆さんもこれに乗っかると決めた以上はもうあっちフラフラこっちフラフラじゃなくてもう。 この抗議と真珠、真珠しなくていいんですけど、まあでも一緒にもうあのとことん行くつもりで。えー、乗っかっていってほしいと思う。だからいろんな情報があふれてますから。あっちふらふら、こっちふらふら。ね。で、気づくと違うテキスト持ってるなんていう。そういったの方は過去にやっぱりこうやってお話してもいらっしゃいます。でも、そういった方たちの、成果は正直あんまり芳しいものではない。 で去年、実践力一昨年か一昨年実践力初めて取ってで今までは私の講義取ってなかったからこういうふうに管理されるっていうのに初めてだったんでもう反発しまくってももう反発しまくってってていうのはその,その方何でも口に出しちゃう人だったんでいやでもとか言ってもういや先生はそう言いますけど私はそうは思わないってもうずっとこう毎回、毎回質問の時にもう戦ってた受講生がいてまあもう最後のほうになってあまりに言うこといかないからもう分かったじゃ自分のやりたいようにやってごらんって言ってもう私も,もうそのお手上げだったんでもう自分のやりたいようにやって やってみます。なんて言ってやってみたんですよ。ちょっとね。失敗しちゃってで、それであの、えー、去年ですか？もう一回もう一回実践力取ります。もう今年は言うこと聞きますね。 大丈夫かなと思ったんですけどでも本当にあの人が変わったかのようにで去年はアードコーダーブーブブ文句言ってたんですけどあの、まあ、もう長いものに巻かれるじゃないですけどもこれでダメだともう先生のせいにしますからねとか言って毎回こう毒づきながらそれでも一生懸命やってくれて今年あのぶっちぎりの成績でもう多分大丈夫でしょう多分大丈夫でしょうっていう成績を取って報告してくれました本人もあの時あの、ね、反発したからこそ、ね、それに反発した,したことは後悔してないって、ね、あの反発したっていうのは、えー 今年の合格のために必要だったことだね言ってたんで本人納得していましたけどでも本当に良かったなと思っているところですですからもうスケジュールのところは私にお任せくださいそこも皆さんにお約束しますというわけでであ,あそうだそれで今思い出したでそのツイッターの件なんですけど。 えあの最初に申し上げておきたいのがレックとまあ一切あのこの件に関してはあの関係がございませんのでそのなんで俺の質問答えねえんだとかいうのをレックに言わないようにねそれから私の答えに対してレックにあのその教えてチューターとかにこの質問の回答を先生はツイッターでこう答えてましたけど私は違うと思うんですとかいうのをあのレックの方にあにお問い合わせいただかないようにですねあれは本当にあのレックとの別に契約関係で何かなんか、え。ー お約束していることでは全くない。私は個人的にやっていることです。ですから、そこの点についてレックにお問い合わせないし、レックのスタッフに、ね、お手を煩わせるようなことは絶対にしないでいただきたい。そういうことがあると、もう私続けることがちょっとできなくなってしまいますので、そこだけはお願いします。で、そしてあと去年も揉めちゃったのが、あのなで金払ってるのに。のに 金払ってないやつの質問を受けるんだっていうクレームそれがレックにいっちゃうんですよでその金払ってる俺のじゃどうぞ質問してくださいって言うといや俺はツイッターはやらない、ねまあその、ね、あのあそうですかっていうことになっちゃうんですよあのお金払ってないやつの質問を受けるぐらいだったらもっとねあの金払ってる自分たちにサービスしろ ごもっともです、ごもっともなんですけど、そのサービスをやってます、ね、やってますし、これからも皆さんにも全力でやりますえあの、皆さん方に対する講義をちゃんと提供すること、そしてあの教えてチューター等の教えてチュータータ等の受講生限定のえご質問にも私、目通してますから、私が回答している体じゃなくてもね、ちゃんとあのスタッフと連携取ってますからあの、そういったもの等でサービスはちゃんと提供します、でそれに対してあのツイッターの質問は、あのどなたにも一応、文庫を開放してますえそれについてですね。ね、えー どうぞそこについてはちょっとご了承いただいてね、えー、金払ってないやつの質問答えるなっていう、まあ、最もなご意見でありすぎてこちらもうぐんの音も出ないかったんですけどでもでもお金もらってるわけじゃないしどうしようかなとでもちろんだから皆さん方が、えー、利用していいただくのも全然構いませんよちょっと最近荒れてるんですけど最近ちょっとね質問に回答がないって言ってあのお,お怒りの,あの質問者の方たちがどっかんどっかん荒れちゃってあの <coughs> 昨日思わず1週間はちょっと時間くれというツイートをさせていただいたんですけど、えー、そして全ての質問に対してお答えはできないかもしれませんちょっと最近できてないのが他者さんの問題集他者の模試の問題についてこれ間違いじゃないですかというご指摘さすがにそれ無理。そそれからあの他者さんじゃなくてもその 他の著作物についてですね例えばあの予備校の講師が作ったあ例えば森山さんの携帯司法書士の問題間違いじゃないですかもう無理ですで、えー、そういったものに関してはお答えできませんっていう回答もしないで放置してますだからそ,そういったあのことがあることはご了承いただきたいですしあとはその誹謗中傷系についてのご質問等についてもね、えー、個人的なことをご質問されることについても回答はしてません、えー、ですから絶対全部回答するとはお約束しませんがただやっぱり金払ってる俺たちを言う 扱いしろっていう皆さん方の声にも配慮はしなきゃいけないとは思ってますのでもし私にあのツイートしていただく分には「実践力の受講生です」って一言上に書いといていただければ。あの 早く回答しますなるべくなるべく早くそしてあの他の人にも、えー、ちょっと多めに回答します他の方にも多めに回答しようと思ってますそしてあのなるべくそこはもう差別化、えー、他の方には分からなくても、ね、回答した質問した方にはああちゃんとあの、えー、答えてもらってるって思ってもらえるような回答を、ね、心がけていこうと思いますので、まあ、皆さんどうせあの匿名でやってるんですからばれませんしね。あの アカウントコころころ変えてあの質問してきてくださっても構いませんのでそこあの回数制限ありませんからそこについてはもうどうぞご利用ください、まあ、あのちょっとねあの本試験終わった前後だと皆さんあの、ね、カリカリしてらっしゃるのでちょっと23荒れた件もあったんですけれども、まあ、まあそこはもう想定範囲内ですから、えー、皆様ぜひ。あの是非 こう使えるものは何でも使って合格しててほしいなというふうには思っています。さあそれではじゃああのおま前置きばかりで長くなっちゃうんで、えー、以上のところでおしまいにいたしまして、えー、あとあの今日の板書の部分全部どうぞ読んでおいてください。全部コメントしたわけじゃありませんので、えー、各自目を通しておいていただきたいと思います。さあさあさあそれではじゃあの実際に行きましょう。で今日はね予習して、えー、来られる必要はありません。今日のところは予習なしで臨んでいただくことができるからです。じゃあまず、えー、テキスト一の二ページ以降ね、えー、見ていきましょう。民 暴走族の自然人からです。さあ、まず権利能力の意義のところなんですが、もうこれはあの。 空で案じられなければ絶対に合格なんて不可能こんな権利能力意思能力行為能力の定義を答えよなんて処方中の処方の問題は出ませんが出ないから覚えなくていいというのはまた違うわけです10人の合格者がいたら10人とももうスラスラと言葉として出てくると思いますよこういうところでしっかりと基礎を積んでいきましょう権利義務の主体となることができる地位資格を権利能力と呼んでったわけですさあ我々生きた自然人は出生に始まり死亡に終わる 法人は設立登記に始まり生産欠量で終わるということになりますさあワンポイント解説なんですが、えー、これ、えー、出生の時は一体いつかというと生きて母体から完全に分離した時全部露出説を指していくということで、えー、これが民法の出生の時の基準となりますでご存知の通り刑法は一部露出説を取っておりますから、えー、まあさ子ちゃんでもない限り、まり、あ、頭一部でも母体から出てきた時にえー 母親とは別の独立した法益主体になる例えばあってはいけないことですが看護師さんや、えーまあ、お医者さん助産師さんなどがですよその悪意を持って、まあ、殺意を持ってまたは障害の行為を持って赤ちゃんを傷つけようというふうに思った時にたとえ完全に分離せずとも一部でも出てきたらそれは母親とは別の生命身体に対する危機というのが現実に生じうるわけです。ですから一部露出説を取っている なんせ刑法は、法益を守るという観点から作られていますから母親とは別の法益を考えてあげなければいけないのが母親から一部露出した時ということだからですねでこの話で思い出しましたけれどもこの間す、すごい報告をいただいてあの一部もう見た方いらっしゃると思うんですがあの、まあ、ご本人の了承を受けているから大丈夫でしょう。えー 臨月で司法書士試験今年受けられて、ね、あの生まれましたって報告あの来たもんですから思わず、えー、リツイートしちゃったんですけどいや臨月で司法書士試験受けて、まあ、よく頑張ったなと、まあ、中上級の私の教え子なんですが、まあ、多分合格していらっしゃるんですよあの点数は伺いましたけどでそれで、えー、ついこの間あごあの生まれたってことですから本当に臨月も臨月もう38週とか9週とか,と,とかだったんじゃないかなと思うんですが、まあ、無事に生まれましたなんてご報告受けて。まあ、私の かつて一人やっぱり同じように、えー、臨月で。えー あの出産予定日と試験日が重なっちゃうというねすごいあの、えー、経験を持っている方がいらっしゃってすごい成績がかった方なんですが先生、私陣痛が先か試験が先かなんですとか言ってでも本当にあの陣痛が来ちゃったらもう受けられないけれども来ない限りはもうあの終わったあとに来てもいいから、ねえー、終わったあとに破水してもいいからとか言うからいやいや、破水は,破水は困るよって言ったんですけどいやバスタオル持ってきますとか言って陣痛が先か試験が先かなんて言っても,もう本当に私も初め香港の スタッフをみんなハラハラドキドキしながらまだ大丈夫、大丈夫まだ来てませんとか言ってで結局、来なかったんですよねで試験が受けられてでそれからねなんか2日ぐらいしてあの生まれたなんていう報告を受けたんです、まあ、無事にあのもちろん生まれてでその年受かってるんですよ。であの 試験の時は1人だったのに、口述試験の時は2人になりましたなって言って、もう本当に、口述試験、えー、受けて、今はも立派な本職になってますけれども、2人目だ、ね、臨月で受験した、多分合格してるでしょうから、2人目だっていう、すごいお話を伺ったんで、まあ、もちろん、ね、すべての方にそれができるとは思いませんし、えー、妊娠の状況って人によって違いますからね、それがあのみんながみんなそういうふうにできるとは思いませんが、いやすごいなと、ねえー、思った次第です、まあ、それはいいんですが。が その後2ページの下のところにある発展論点なんですがこのテキストの中に載ってくる発展論点は2つの意味がありますそれはもう絶対出ないっていう、ね、発展論点と,とですねあの発展論点なんだけどあの下手すりゃ出るかもっていう,うだから絶対出ないとは言えない発展論点だからレベル的には両方発展論点なんですがそのどっちの意味なのかというのをお話ししますでこれはさすがにで絶対出ない方ですじゃあ載せんなよって声もあるんですけど こういう絶対出ないけども載ってる発展論点が実務で役に立つ実務で役に立つ、えー、ですからあの消すに消せず今に残しておりますただ復習の時にはご覧にならなくて結構ですさあ3ページいきましょう胎児の権利能力胎児には権利能力は認められません母体から完全に分離してないからです ただ例外以下の3つに関しては胎児はすでに生まれたものとみなされます、えー、不法行為に基づく損害賠償請求、えー、相続、遺贈。相続には代襲相続も含まれますのでこれあのちょょっとプレゼントに書きましょうか、えー、相続には代襲相続も含まれるって言ってどういう場合かパッと浮かびますか相続には代襲相続も含まれるって言ってパッと浮かばないと合格レベルとは言えないと思います。 その先生の合格レベルじゃないっていう言い方やめてくれってよく言われるんですけどドキッとするのでやめてくれって、ねまあ、気持ちは分からなくはないんですがでも皆さん合格するんですよね合格するんだったら合格レベル知らないとなのでちょっとドキッとするかもしれませんけど言いますよ合格レベルとは言えないってどういう意味かというと例えば A さんが一で亡くなって続いて k さんが二で亡くなるでこの時 A さんの相続 についいては考えないとしますね A さんの相続については考えず b こうさんの相続について考えてみてください。でこの時 A が k o より先に死んでるので相続人同時存在の原則により A は k が死んだ時に生きてないんですよね。 え非相続人が死んだときに生きてるものしか相続人になれないという原則です非相続人が死んだときに生きてるものしか相続人になれないということは甲が死んだときに生きてない A は甲の相続人になれないということですじゃあこの時第一順位の子供がいないから甲の相続人は第二順位の直系存続になってしまうのかというと A の奥さん B が妊娠中で、えー、胎児がいた場合 えー、A の奥さん B が妊娠中でそこに胎児がいた場合、えー、胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなされるということでこの胎児は代衆相続が可能ということになっていくわけですつまり A の胎児 A の, A の胎児 A の胎児というか、まあ、A の子供であるこの胎児は子を相続することができる、えー、さあこれがあ代衆相続も含まれるの意味です では続いて3ページ、その下関連知識、父が胎児を認知することはできるが胎児の側から父に対して認知請求することはできないということで父の側からあー交際相手の女性が妊娠したその妊娠中の女性のお腹にいる胎児を胎児認知することができるでその場合にはあの交際女性のつまり胎児の母のお 同意が必要とということになります母の同意承諾が必要と。なぜかというと母親からしてみれば自分の交際相手がバレるということを意味しますでそれはやはり母親の同意承諾なくしては許されないとだけれども反対に胎児の方からら父に対する認認知請求は認められていません例えば母親を法廷代理人にして父親に認知請求するということは条文もありませんし認められていないと。 では4ページ、ご覧ください、えー、ここはもう有名な話でも急ぎますよ、えー、胎児の権利能力に関する法律構成というところなんですが、えー、胎児がすでに生まれたものとみなされる、えー、じゃあ、胎児がすでに生まれたものとみなされるというのは、一体どういう意味なのと、えー、2つの説があったわけです、法定停止条件説と法定解除条件説、はい、法定停止条件説は、これ、胎児の間に胎児に権利能力を認めないんですよね。 胎児の間に胎児に権利能力を認めない例えば胎児中に父が亡くなり,父が亡くなり、えー、母が妊娠中であるというような場合妻が妊娠中であるでこの時に父の推定相続人は。 母親とその母のお腹の中にいる胎児だけだった、まあ、胎児がいたとしてでじゃあ父が亡くなったから胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなすという条文があるがゆえにじゃあ胎児中から胎児が父を相続し例えば父の財産の所有権なら所有権を取得することができるのかこれはできないということになります。胎児中に権権利利能能力力がなないいんだから、えー、権利能力はないものの父親の 財産について相続によりその所有権などを取得するということは権利能力がない以上所有権の主体になれないんですからあのつまり相続はできないじゃあ <laughs> 実際に相続に関して胎児はすでに生まれたものとみなすっていう条文は何を意味してんだそれは無事に生まれさえすれば無事に生まれさえすればその父死亡時に遡って胎児に権利能力があったと考え えー、あったと見なしそして、えー、出生後にですね実際に父親の財産なら財産の相続により所有権を取得するなど、えー、考えればよいとこういうふうに考えていくですから退治中に権利能力を認めず無事に生まれることによって父死亡時に遡ってすでに生まれたものと見なすということで、えー、権利能力を有していたものと見なすという取り扱いをしていくのが、えー、停止条件説だったわけですね。 この説の理由、えー、民法には胎児の,の法廷代理人に関する規定はなくこれは胎児に権利能力を認めていないことを意味する丸に胎児が出生するまでの期間は10ヶ月前後に過ぎず 10, 10ヶ月、9, 9ヶ月,だな,9ヶ月前後だな、本当はね、つ、ま、き、あ、10日とか言いますけど実際にはつきないので、まあ、まあいいや、10ヶ月前後に過ぎず出生するまで待って権利能力を認めても保護にかけることはない、ね。 こういったようなことを理由にもう胎児中に権利能力を認めず、えー、じゃあ胎児はすでに生まれたものとみなすってどういうことなのよ。いやそれれはね無事に出征すれば お父さん亡くなった時にさかのぼって権利能力を持っていたものと見なしてあげるから出世した後ににお父さんの相続についてですねお父さんの相続財産中に土地があったんだったらその土地の所有権を取得したりお父さんの金銭債権や預金などを相続したりと、ね、出世後に処理すればいいでしょうこういうふうに考えていくのが停止条件説だったわけです。それに対して解除条件説解除条件説解除条条件件説説は 何言ってんのと。退治中に権利能力認めようよ。退治中に権利能力を認める。ですから、たとえ,えー例えかあの、退治中に父親が亡くなってしまったのであれば、退治中に権利能力がある以上、すぐさま父の財産について相続し、所有権などを取得することができる。で、万が一、えー、亡くなってしまった死産だった場合には、えー、遡って権利能力がなかったものとみなしていけばよい。 でちなみに、えー、権利能力がなかったものとみなされるのが、えー、の訴求するのが胎児の時、えー、に権利能力が消滅するとなっているんですがこれちょっと、ね、あの難しくてあの4ページのところを見ていただきたいんですがこれ学説の中にも諸説ありまして <laughs> 学説の中にも無事に出生すれば権利能力を 持っていたものとみなす。じゃ、権利能力を持っていたものとみなす。時期は父死亡時なのか、胎児になった時なのか。だから身ごもった時なのかね。何言ってるかというとここですよ。4ページの停止条件説がこの胎児の時まで遡るっていう説もあるんですよ。あの停止条件説取ってる学者も何人もいますから。いや、あの無事に生まれさえすれば。えー 身ごもった時に遡って権利能力を取得するという説といやいやいや、結局、父死亡が問題なんだからここまで遡ればいいんじゃねって言って父死亡時に遡るっていう説と学者によってもまちまちですでそれは別に本質的なことではありません要は父死亡時にあの権利能力を持っていたものと見なされるという結論は同じだからです。でそれに対して5ページ解除条件説の方は 死産だった時にどこまで遡って権利能力がなかったものとみなすかっていうのはむ,むしろ争いがなくて身ごもった時に遡って権利能力がなかったものとみなすっていうのが、えー、その説しかありません、まあ、ちっこい話ですけど一応あのいろんなあの教わり方をしてきた方がここにいらっしゃると思いますので一応念のため申し上げておきますでもそれは本質的なことじゃないですよ要するに低市場建設だったら無事に生まれさえすれば退治中の父死亡時に遡り、えー 相続人としてのの権利能力はあったものとみなされるそれに対して解除条件説だともう退治中に権利能力を認めるから退治中に相続できるんだとで父親の財産についての所有権も退治中に取得できるだけど残念ながら死産だった時には遡って権利能力をなかったものとみなされてしまうそうやって覚えれば構わないということですさあそれではこの解除条件説が根強く支持されている理由って何だと思います これは、ね、やはり死亡原因にもよるんですが死亡原因が第三者の不法行為による死亡であったような場合によく説明されることなんですけれども加害害者に対すする損賠償請求との問題なんで加害者に対する損害賠償請求これはやはり権利能力がなければ損害賠償請求権って取得できないんですよね。 とということは停止条件設に立つと加害者に対する損害賠償請求権を取得できるのは先に生まれていた兄弟や奥さんは加害者に損害賠償請求できるだけど停止条件設立ちますと結局、退治中は権利能力はないんですからお父さんを引き殺したね加害者に対して退治が損害賠償請求権を取得できないんですよ。ということは実際に損害賠償請求できるのはここ生まれた後なんです。生まれた後に お父さん事故の時胎児にも権利能力があったとみなされますから生まれた後にに損害賠償請求ができるようになる。なところが解除条件説ですと胎児中に権利能力があるんですから父親が、えー、車で引かれて亡くなったその加害者に対して損害賠償請求する先に生まれたお兄ちゃん奥さん、えー、プラス胎児も 父親の引き殺した引き殺した加害者に対して損害賠償請求権を行使できる退治のうちから加害者に対する損害賠償請求権退治も請求できるということなんですでそれがなんで解除条件説指示につながるんですか被害者にとっては加害者の視力が低下するのが一番怖いんです加害者の視力が低下すると賠償金の支払いが難しくなってしまうから もしこの加害者が例えば車の運転をなりわいとするような職業に就いていたら死亡事故を起こしちゃったらもう免停ですよ免停だともう職が奪われてしまうそうすると加害者の方の視力が急激に低下する可能性があるそうした時にですよまだ妊娠3ヶ月でした生まれるまであと6ヶ月、7ヶ月ありますこういった時にですね、えー、生まれた後じゃないと加害者に損害賠償請求できない。でも7ヶ月後加害者が本当に、えー 損害賠償できる視力があるかというのは読めないわけですだったらばもう胎児のうちから胎児の分まで加害者に対して今すぐに損害賠償請求できてしまった方が被害者救済という面からは非常に大きいだろうこれがあの解除条件説を支持する一定の理由となっておりますそしてもう1つ6ページ見ていただくとその解除条件説を取る理由その1。 その先ほど視力の問題の他の理由付けです1胎児の利益保護のため胎児中であってもすでに出生していること,と同様に権利を認めるべきであるこれはちょっと先に生まれたお兄ちゃんとの取り扱いは平等にするべきだという意味ですまあいいですよね先に3いきましょう医療の進歩により死産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では解除条件が成就することは多くないそこで配偶者と胎児とに相続させ胎児が生きて生まれなかった場合に相続環境を改める方が適当であるね 日本は幸運なことに妊婦さんの出産時の事故等が先進国の中でも非常に少ない死産というものが格段に少なくなっていると言われています、ちょっとあの、えーまあ、あのデリケートな問題なのであまり言いませんけれどもそうなってくると解除条件が成就することは実際問題、そう多くはない。 気分を害される方がいらっしゃったら大変申し訳ないんですが一応文字通り読ませていただきますデリケートな問題だということは、えー、分かっておりますからでそこで一旦退治中に配偶者と退治、えー、都に法定相続分通り相続させて万が一の場合には相続関係を改める、ね、ということで大方うまくいくだろうというそういう理由付けですさらに丸にいきましょう、えー、こちらですねこれはあの停止場建設に対する批判に当たるんです停止条件説に立ってしまうと 甲さんが例えば交通事故で亡くなって奥さんオツが妊娠中だった停止条件ですとオツさんが出産するまで胎児 A は権利能力はありません胎児中には胎児に権利能力がないので、えー、停止条件に立つと甲が亡くなった相続関係は配偶者オツそして両親・平・定が相続人になるというの分かります 停止上建設に立つと、公が亡くなっても、A が生まれてない以上、A は権利能力を持たないので、相続人は、おツと直系存続の平、丁になってしまうんですよね、そうすると、おツが6分の4、で、平が6分の1、丁が6分の1という相続分になっていく、停止上建設に立つとですよ。 で停止条建設に立ってこのように相続分を分けた後になって無事に A が生まれた無事に A が生まれるとこれ A は事故の時から権利能力があったものとみなされるわけですからそうすると A は相続人資格を手に入れるので子どもの A が1 2分の1奥さんが1 2分の1と相続関係をやり直さなければいけなくなる。 これが、えー、法律関係を複雑にするじゃねえかって言って、解除条件設側の学者から停止条件設を批判する理由づけになっていくんです、つまりそれは解除条件設の、えー、指示の理由づけになるってことね、そんな面倒くさいことする,かい、えー、するぐらいだったら、ね、最初からこう,こうしとけば、ねえー、いいじゃないかっていう意味ですよ。ところがですね、この解除条件設から停止条件設への批判というのは、停止条件設側の学者だって黙っちゃいません。 停止条件説側からの学者によって再反論されるんです、はい、それが、えー、戻って4ページの3を見てみてください、さっき飛ばしたところ、4ページの3、ね、停止条件説,のて停止条件説側からの学者からの反論,反論、胎児の出生まで遺産の分割を停止する方が実際的だしっていう話、これどういう意味かというと、何言ってんのっていう。 い,いですかちょっともう一度、さっきのこの7、6ページ見ていただけますか、6ページ見ていただくと、さっき、解除条件設側の学者、なんて言いました、停止条件設、だめじゃん、こうやって、こ、え、う、ー、がねあの、亡くなっても、A に権利能力がないから、奥さんと、えー、おじいちゃん、おばあちゃんで、遺産,遺産部じゃな相続分割い相続分を検討して、で、無事に生まれたときに、それをひっくり返さなきゃいけない、ね、なんて複雑なんだ。 って言って解除条件説は停止条件説を批判するんですけど停止条件説はばっかじゃないのっって言って反論するそれはね確かによく見てくださいいいですか平と帝から見たら孫じゃないですか平と帝から見た大事な自分の息子が、ね、忘れがたみ残して亡くなったんだよそれで奥さんのお腹には、ね、自分の息子の忘れがたみが今まさにあの宿ってるそんな中ですよ 私の取り分6分の1ね私たち6分の1いやいや嫁嫁はよ6分の4ねとか言ってこんな相続分の話はしますか待たないですか生まれるまで生まれるまでとりあえず待たないですか待つよねって話なんです待つでしょう自分の息子が亡くなってじゃあ遺産部活のために相続分確定しましょうとかってそんなシビアな話をする前にとりあえず A が無事に生まれるまで待つでしょうとで生まれたんだったらもうそれで二分の一2分の1になる。 といううこことは一旦こうやって相続分がこうなってからのやり直しの2分の1に本来普通はならないはずだ普通は待つでしょっていうそういう反応なんです、まあ、そう言われてみれば、まあ、も最もな話だっていうふうには思うんですけど私も勉強した時あそりゃそうだよな待つよなとかって思ったんですが実務についてみるといや 家族って深いなという事例をたくさん見てきまして全ての家族はみんな仲のいいわけでもなく、まあ、あの100の家族がいたら本当100通りの相続があるというのはよく言ったもので、まあ、本当にもう,もう憎しみ合ってもう罵り合っているような、ね、あの家族の相続なんかを何件も手がけてきましたので、えー、いや普通は待つでしょっていうのは性善説的な説明なのかなとは思うんですけどねでも、まあ、そういった意味で学者の説明としては大いに、まあ。 あ,のあり得るるといいうかに値すす反論だとは思いますじゃあそれを踏まえまして7ページ、でこの停止条件設と解除条件設との関係、ねえー、具体的にはどういう形でこの違いはあらわになってくるか、それは先ほどの、えー、加害者に対する損害賠償請求権などに関して、実際問題、表面化してくるわけなんです。 実際に停止条件説バー VS 会場条件説って具体的に何がどう違うのよっていう点についてはこれ先ほどのお話ですと停止条件説は退治中に本人に権利能力がない会場条件説ッは退治中に本人に権利能力があるわけですよね。で代理の効果帰属要件というのを思い出してほしい。代理のの効果帰属要件の中に 代理人がやった行為の効果が本人に帰属するための要件これが代理人の効果帰属要件ですねで、4つあったんです全部言えますか全部言えるのが合格レベルだと思うんですが代理人のやった行為の効果が本人に効果帰属するための4つの要件ね。はい、まず1つ目本人に権利能力があること そして代理人に代理権があることメモしなくていいですよこんな代理の起訴中の起訴だからあの後でやりますし本人に権利能力があり代理人に代理権があることそして代理人が権名をすることそして代理人と相手方との間に有効な法律行為があることこの4つが満たされると代理人人ののやった行為の効果が本人に帰属しますでそのうちの1つ目本人に権利能力があることというのが今回問題となってきてしまう。つまりこれ もし、えー、加害者に対して損害賠償請求をするにあたってです、ねえー、退治中に権利能力がないと考える停止条件設に立つと、退治中に権利能力がない以上、えー、退治中に退治を代理することができないということになってしまうです、退治中に退治を代理することはできない。 で,できないのみならずちょっとここに書いておいてほしいんですけれどもできないというのは具体的にどういうことかというとたと,えです、ね、たとえやってしまったとしてもたとえ代理してもたとえ代理してしまったとしてもえ代理しても出生した胎児に出生した胎児出生した胎児たとえ代理しても出生した胎児に 皇家貴族しないということに意味するんです。皇家貴族要件を満たしてないからですよ。皇家貴族しない。ちょっと字がちっちゃくなっちゃいましたが、たとえ代理しても出生した胎児に皇家貴族しない。これをこうこれがあの。 言い換いえいいです、停止条件説は退治中に権利能力がないから、退治中に退治を代理できないよ、代理できないよっていうのはどういうことやっちゃったとしても出生、出生したあ、出生、出生、どっちでもいいそうなんで、まずちょっと出生と呼びますね、出生した退治に効果帰属しない、じゃあ解、解除条件説に立つと、退治中に権利能力があるから、権利能力がある以上、退治を代理できる。 ということになりますよね。胎児を代理することができる。これは言い換えるとどういうことかね。代理した場合、じゃあ代理できるから胎児を代理した場合、代理した場合。出生した出生した胎児に降下帰属するということを言いますよ、ね。出生した胎児に胎児に。 大事に降下貴族ちょんちょんとしちゃいます降下貴族するということを意味するということなんですこれをぜひ覚えておいてください、えー、結局解除条件説と停止条件説って結局ですねどこに一番区別の実益があるのっていう話ですよ、えー、解除条件説と停止条件説って結局一番区別の実益があるのってどこなのっていうと実はここだと言われていますそれはまさに加害者に対する損害賠償請求の場面である で結局、加害者に対する損害賠償請求っていうのはこれはあの実際に損害賠償請求するだけじゃ済まないんですよねだって額をどうするか支払い時期をどうするか支払い方法をどうするかって、ね、損害賠償請求権の行使には絶対そういう、えー、交渉がつきものです損害賠償請求をしましたそれでおしまいじゃない。 実際に金額どうするか支払い時期はどうするか支払い方法一括なのか分割なのか、ねえー、そういったようなことを結局その後、えー、話し合いによって、まあ、保険会社などは入るかもしれませんが話し合いによって決めて最終的に和解契約によって、えー、決めていかなければいけない和解契約のことを別名示談とも言います示談、まあえー、改め正確には和解契約によってどうやって支払っていくのか金額どうするか、ね、支払い方法どうするかということを決めていく。その時に、えー 母親が代理人となって相手方との間で、えー、時短できますか、ね、その点停止条件説に立つと、えー「母親が代理人となって、えー、時短和解契約できませんよ」「たとえやっても生まれた胎児には帰属しませんよ」「それに対して解除条件説は「いや胎児に権利能力あるんだから、ね、これはあ代理できますよ」「母親が胎児の分も相手方との間で和解契約を締結していくことができますよ」 そしてその契約の効果は生まれた本人に効果帰属しますよこれが実際一番大きな違いとなって現れれててくると言われています。さあこの点、えー、実際に争われたのが阪神電鉄事件これはもう有名な事件ですね、えー、まさに阪神電鉄事件はああの昭,和昭和じゃない大正のああ昭和か戦前の阪神電鉄の事故によって、えー、父親が亡くなってしまった。 で父親の残された内縁の奥さんは妊娠中であったでも、この時内縁の奥さんでまだ籍は入れていなかったでましては戦前ですから、えー、家婦長制度がありましたので、えー、女性の、まあ、立場が非常に弱かったということもありましてその亡くなったあ,あのー、まあ おお父父さささんんににたるらだから生まれてくる子供から見たらおじいちゃんですねおじいちゃんがここでいう代理人となってそして残された内縁の妻お腹の中の赤ちゃんそして、えー、その親族、えー、もろもろ、まあ、家父長制だから当時はだからおじいちゃんにも、えー、そういったその親族の総代表として妻のあ内縁の妻の分そして胎児の分も含めておじいちゃんが代理人となって阪神電鉄との間で和解契約を締結したって、ね。 という事例において、えー、判例は停止条件説を取ったんですよねでなんでだと思いますこれこれねあのちゃんと理由があって実はこれおじいちゃんもらったお金全部使っちゃったんです使っちゃったんですあの、えー、内縁の奥さんにリビ,ビタルお金だけ残してそしてあの退治の分と内縁の奥さんの分とねもらった、えー、和解金をなんとおじいちゃん使い込みねで そしてあのおじいちゃんの行方はもうその後書物等に出てこないんでおじいちゃんはどこ,どこ行っちゃったのか分かんないんですがその後子供が無事に生まれて生まれたお子さんが非常にあの貧しい暮らしを強いられた、まあ、それはそうですよ戦前にお父さんいないって母子家庭でねそれはもうよっぽど裕福じゃない限り大変だったんでしょうでなんでうちはこんなに貧しいんだってお父さんいないからだってでお父さんなんで死んだんだんだ 阪神電鉄の事故だじゃあなんかお金もらわなかったのかもらったんだけどおじいちゃんが使い込んじゃったって、ね、そりは息子さん怒りますよね生まれた子供怒りますよなんでこんなにねあの自分たち苦労しなきゃいけないでおじいちゃん使い込んじゃったか知らないけど私たちはもらってないって言って X だから X じゃない生まれたあの胎児生まれた胎児が改めて阪神電鉄に対して損害賠償請求の訴訟を起こしたのがきっかけなんだでですよ片や一方被告は大企業阪神電鉄 そして原告は一、まあ、胎児改め今は青年となった確か男性だったと思います男性があ起こした原告、一市民ですよね。裁判官同情しますよ だって判例というのはまず価値判断ありきであとはその価値判断に沿うように解釈していくっていうのが法律の解釈ですからもう裁判官はもう圧倒的にこれは阪神電鉄に懲役金を再度支払わせるというもうそこの頭でも判決を書いたんですだからもうもうう原告を勝たせる、ね、阪神電鉄に再度の賠償を命ずるだって痛くもかゆくもないからでそこから始まったもんでそうなった時にはいどっちの説を取らなきゃダメですか結局 もう一度損害賠償請求を認めるっていうそこの結論ありきでスタートした解釈ですよ、そうしたら解除条件取っちゃダメですよね。 だって解除条件を取ったら退治中におじいちゃんが退治を代理して阪神電鉄との間で行った和解契約は、えー、本人に降下帰属しているつまり出生した退治に降下帰属しているからそれをもらえなかったのはそれはあなたたち家庭の問題であなたに対する損害賠償はもう支払い済みですよということになってしまうね再度の支払いを命ずることはできないわけですところが停止条件説を取ればね代理はできないのにおじいちゃんが勝手に暴走してやった たとえ代理したとしても出世した退治には降下帰属しないしないんだったらあれは、ね、あの降下帰属してないんだったらまだもらってないだからもう一度支払いを請求できるほらビンゴじゃないですか,か結局阪神電鉄がなんで停止条件説なんだろうずっと疑問に思ってた方いるかもしれないでも法律ってものすごく人間臭いものでもうとにかくどっちを勝たせてやろう 対馬下になって人間です、だからその一,一企業と一市民だったら、それはね一、一市民にもちろん同情することもある、で同情して、しかるべき事情もあった今回は、で今回、そういった事情から法廷停止条建設を取っているということになります、で今後、判例変更でもない限り、ずっといきますので、まあ、あの会場上建設は、登記実務では採用されてますが、民法上は停止条建設で覚えておきましょう、でちなみに事後、次五段、おじいちゃんがもらった分は、ですから不当利得になります。 おじいちゃんはもらった分、不当利得になるので出るとこ出たら阪神電鉄から訴えられておじいちゃんは不当利得返還請求の訴訟に巻き込まれる可能性はあるんですがその点についての記録が残ってません。 多分おじいちゃんん亡くなってたんでしょうねさすがに一企業がその後なんかねあのキーッとかなってそのお,おじいちゃんが死んでるからじゃあそのおじいちゃんの不当利得の返還債務をの今の原告の元胎児が相続してるとかってそのぐるぐる訴訟をやったらちょっと格好悪いからささすすがに起こさなかったんだと思いますあのおじいちゃんは出るとこ出たら不当利得として当時もらったものは返さなきゃいけないことにはなるんですがその点記録が残ってないので多分訴えてはいないんだと思います。 疑問に思ったたた方が一応あったらあられなんで申しし上げましたさあじゃあ続いて、括弧2のところ注意書きの2のところ7ページですよ、このように、えー、胎児は相続、遺造、不法行為の損害賠償請求についてすでに生まれたものとみなされますがあくまでこの3つの場面に限られますので、えー、いわゆる 胎児の母が胎児を代理して売買契約などを締結したり、または次のページ、胎児を代理した母親が遺産分割をするというようなこともこれは認められておりません、相続というのは法定相続分どおりの相続を意味して、法定相続分どおりの相続というか、相続と遺贈と損害賠償だけですから。 え売買やあ遺産分割等は含まれないということです。さあそれではごめんなさい時間来てますから前半じゃあひとまず終了しまして、えー、一旦休憩にお入りいただきたいと思います。じゃあ休憩にお入りください。はい、えー。それではじゃ後半の講義を始めてまいりたいと思うんですが、またあの余談が長いとかって言われるんでそのあの余談が長いっていうのはあのあの皆さんに対する <laughs> ねあの勉強もっと勉強の内容を話せっていうあのあの ご指摘だと思いますのでそこは真摯に受け止めたいと思うんですが予断をやめるつもりはないのでちょっと一つだけ点皆さんにちょうどあのいいあの雑誌がです、ね、今、発売になっているんですよ。でこれ、ね、あのちゃんと、えー、うちのべ弁理士の先生にあの確認しました表紙を写す分には著作権法22条によってあの問題ないそうです、あの大丈夫著作権違反にはならないと OK ーもらいましたので今表紙を写させていただいているんですが。これ、えー 週刊ダイヤモンドで、えー、我々司法書士の,あの資格が。 ダイヤモンドさんの表紙に出てくるっていうことにもう司法書士界隈がもうざわついててみみんんんなな買ってるんですよみんなもう司法書士あの多分弁護士さんとかシャルロッさんも買ったのかもしれませんけど我々の間では「買った買った」「ああ買った買ったっ」「読,読んでない」とか言って中はあんまり読んでないみたいなんですけどとにかくこの表紙に表紙に取り上げられてもらったのがこう嬉しくて思わず買ってしまったっていう「序列激変」とかって書いてあるんですけどまあ別に激変っていうほどの,あの,あのことなのかどうかは皆さん中はご自分で お読みいただ、きたいなと思うんですがただあのすごくいいこと書いてましたよあの、えー、と司法書士にとっては第二のカバーライブバブルが来るんじゃないか的なことをまあ書かれておりまして、まあ、それはいわゆる相続登記義務化ですよ。司法書士としては非常に大きなです、ね、チャンスであってでそういう意味であのすごく、ね、司法書士はあの将来明るいんじゃないかというようなことをまあ要するに書いている記事だったんですけども。その ああなるほどなって思うところといや大げさすぎないと思うとかもちろんありましたけれどもでもそれはもう皆さんのね感想はもちろん個人の感想によりますからでもおあながちその、えー、読んでて悪い気はしなかった非、ね、常にあの司法書士のことここまで多く取り上げてくれてありがとうという感じでね、まあ、我々司法書士業界っていうのは本当にあの自分たちの資格のことが大好きなんでね本当にあの思いますあの司法書士で自分たちの資格のことをくそみそ言ってる人ってまあ一部いますけども司法書士ダメだとかもう食えねえとか AI で潰れるとかねそういう 言ってる人はいますけど大体そういうこと言ってる人ってみんな今食えてない先生なんでその今一生懸命頑張って今一生懸命司法書士の資格やってる資格で食ってるそして活躍してる先生たちはこの資格本当に大好きなんですよ本当に大好きだというのがね本当随所で見て取れるし本当にみんな司法書士取ってよかったって、ね、言ってらっしゃる、ね、そういうあの司法書士愛が強い我々の業界は、まあ、この表紙だけで飛びついて買ってしまうのが納得できる、ねまあ、な中身はお任せしますけれども私はあの皆さんに、ね、これからその司法書士になろうとしている皆さんに。 読んでもらってほしい読んでもらっていいいいもらってほしいな読んでほしいなとね思ったのでちょっとご紹介をしていきます。あともう一つね週刊エコノミストさんも相続登記義務化だか相続が変わるとかいうねあのタイトルでもってで非常にあの少女子化との関係の深い相続分野がどう変わっていくかっていうのを特集していたりでまあ2023年にそこを大きく変わっていきますで皆さん方の一番最高の勝ちパターンは改正前の22年にきれいに合格してそして20 23年、ね、あの司法書士のバッジをつけて研修を受けるというだから改正法については資格取ったあと受かるための勉強じゃなくてそれで食っていくための、ね、お客さんにサービスを提供するための勉強としてこう、えー、民法の相続法改正民法の相続法等並びに物件法の改正そして不動産投票の改正を合格後に 研修で講義受ける、ね、それが最高のパターンじゃないですか受かるための勉強としては改正はつらすぎるだけれども受かった後自分がそれで食っていくための、ね、それであのサービスを提供していくための勉強だったら本当こんな楽しいもんないんですよですから、えーまあ、そ,うそうやって言ってこの間再建法改正の時にちょっと笑っちゃったのが「先生そ,そうやって再建法改正前に受かりましょう」って言ってあおってましたよね僕その言葉にのっとって「再建法改正前に受かって、ね、でそれで先生あの時何て言ってたか覚えてます?」って言われて「何て言ったっけ?」って、ね、受かった後ね、そのそうやって。 受かかった後ののの改正法の勉強とといううは全然今と違うからね本当楽しいから、ね、そうやって受かった後バッチつけて民法再建法の改正の勉強すればいいんですよだから改正する前に受かりましょうって言ってあの言葉に煽られて僕受かりましたね。で新人研修で、えー「再建法の講義やったの先生じゃないですか」とか言って「あそうなんす,すいません再建法の改正講義を各司法書士会で講義したの大体私なんで新人研修でねあの再建法改正を勉強しようと思ってあの新人研修に臨んだら結局研修講師先生だったからなんか受験生の延長みたいで全然なんかあの。 えーなんかね、今までと同じで変わらなかったみたいな褒められてるんだかけなされてるんだかわからないあの感想を、えー、述べられた、ね、合格者がいらっしゃったんですけど、まあま,あまあ、また来年それが起こるかもしれませんが再来年、まあ、ちょっと今もうポロポロ、えー、相続法改正の講師やってくれっていうのがいろいろ来てますので、まあ、それがあながち嘘とは言えないかもしれませんが、まあ、それはそれそれはそれだから来年ぜひ、ね、決めてっていいっほしいなと思いますさあそれではじゃあ前半の続きにちょっとお話ししていきますと前半のところで8ページ冒頭までいってますからちょっとここらへん急ぎますよ。 同時死亡の推定。 さああのまず推定とみなすを区別するのはもう今年の問題でも出ましたよね今年の問題でも推定なのかみなすなのかというところで、えー、弁済についての問題で、えー、推定とみなすを思いっきり上げ足取った問題が出てきましたのでそこはしっかり押さえておきましょうでみなすというのは当然反対の証拠を上げても覆すことはできないでそれに対して推定は反対の証拠を上げると覆すことができる、えー、ということでまたは推定については別名、えー、立証責任を 転換するというふうに説明されることもありますつまり同時に死亡したものと推定されるということは同時に死亡したものと、えー、あのとりあえずそう考えてもらえた結果、えー、本当に同時に死んだということをその同時死亡の効果を主張したいものが証明する必要がないということです、ね、これあの民訴でやった、えー、証明責任の分配のところである効果を主張したいものがその要件を 証明することが必要でしたね自分に有利な結果を使いたいものがその効果を、えー、あーその要件を証明しなきゃいけないだからつまり同時死亡したという,う効果をですね主張したいものがその要件となる事実をだから本当に同時に死んだのかということを証明しなければいけないのが原則のところ。 えー、同時に死亡したという効果を主張したいものが本当に同時に死んだんだということを証明していくことが必要なのが原則のところ、えー、推定ということは立証責任を転換しますから同時に死亡したという効果を主張したいものの方で同時に死んだ事実を証明する必要がないということですね。その反対の その同時に死んでないことの証明責任を負わされることになる、ね、だから同時に死んだということの証明をする必要はなく、ね、立証責任が転換される相手の方でそれを争う相手の方でいや同時に死んでないよ、ね、お父さんの方が先だった息子の方が先だったという反対の事実を、えー、証明する責任が必要 おはされるとですから推定の意味するところは反対の証拠が上がれば覆えるという覚え方をするもよしまた、立証責任が転換されるというふうに覚えるもよしで今、えー、初級講座をもう一度受講するのとこの実践力との大きな違いは今のように皆さん曲がりないしも民訴なら民訴、ねえー、一度は聞いているはずですですから民訴でやった証明責任の分配を覚えてますか、ねえー、一定の効果を主張したいものがその要件を証明する必要がある、ね。 これが原則でしたよねその原則に当てはめると同時に死んだという効果をね、えー、主張したいものが同時に死んだというねその要件にあたる同時に死んだという事実を証明する必要が本来あるはずのところ推定という言葉を使うことによってその立証責任がひっくり返る同時に死んだという効果を主張したいものが同時に死んだ事実を証明する必要がなくなる、ね、それを反対をする相手の方で反対をする 反対側の方で同時に死んでいない事実を証明する責任が負わされるんだよって、ね、推定というのは立証責任を転換するというふうに覚えておくといいと思います。さあそれではこのの同時死亡の推定 <coughs>、えー 数人ののの者がが死死亡亡した場合にその死亡の戦後関係が不明であること父と息子が同じ飛行機に乗り合わせ、えー、墜落して2人とも亡くなってしまったという場合が、まあ、代表例沈、えー、没した船舶に乗り合わせた父と息子であっても構いませんさあそれでは効果ですそれらのものは同時に死亡したものと推定されるで相互に相続は開始しない来週相続は認められる遺贈は効力を生じないでは9ページいきましょうまず、えー A さんが先に a a さんが a さんんががお父さん B さんが息子さんでこの時にもし A さんと B さんが同じ船舶に乗り合わせ沈没して2人とも亡くなってしまったでこの時ですねもし B が先に亡くなり次いで A が亡くなった場合にはこれれ b はは a の相続人にはなれなかったんですなぜならば先ほどご紹介した相続人同時存在の原則。 被相続人が死んだ時に相続人 B は生きていなければ相続人になれない B, B は生きていないと相続人になれないからです A が死んだ時に生きてるものしか相続人になれないこれが相続人同時存在の原則だったわけですじゃあ A と B が同時に死亡した場合にはどうなのかと言いますとやはり相続人同時存在の原則により B は A の相続人になれません B は A の相続人になれませんでなぜならば A が死んだときに B もまた同時に死んでるので A が死んだ時に生きてないんですよ。A が死んだ時に B も一緒に死んじゃうんだから A が死んだ時に生きてるものしか相続人になれない。A が死死んんんだきにまた B も死んじゃうんでですすからやはり生きてないなね。よって B は相続人になれません。では B が死んだ時に A もまた同時に死んでる。じゃあ B の直系存続として A が相続人になれなれいか今度は B についての相続を考えますよ B についての相続を考えたときに B が亡くなったときに、A、直系存続としてのお父さんが相続人になれますか B に子供がおらず第二順位の A お父さんが相続人になれますかやはりなれませんやはり同時存在の原則だって B が死んだときに A も一緒に死んじゃうんだから B が死んだときに A は生きてないんですよ。 よって B が死んだ時に生きてるものしか相続人となれないということからやはり A もまた相続人になれないでこれを A と B の間で相互に相続は生じないと表現していくことになります相互にという点がポイント A について B がなれないのはもちろんのこと B について A が相続人になれないのもまた同じとじゃあ次行きましょう同時死亡と大衆相続同時死亡と大衆相続です、はいえー、B が先に亡くなり B に子供 C がいた場合 えー、C があー B をの代わりに A の代衆相続人として、えー、C が相続することは皆さんご存知の通りじゃあ A と B が同時に死亡した場合はどうなるかでこれ A と B が同時に死亡した場合やはり C は代衆相続することができるなぜかというと887条2項に A の相続開始に、えー、A の相続開始以前に b が死亡した場合には b の子供が代襲相続人となるというふうに規定しているんですちょっと端折ってますけど a の相続開始以前に b が死亡している場合には b の子供 c が代襲相続人となるじゃあ a の相続開始以前に b が死亡 でこの A の相続開始、ちょっとアップにしますね、A の相続、この一番下の文章が、これ A の A の、A の相続開始以前に B が死亡ですよ、B が死亡、A の相続開始以前に B が死亡していれば、B の子供 C が代襲相続人となるで、この A よりも先に B が死んだ場合のみならず、 以前の「い」は同時を含むでしたよね以前のいは同時を,を含むという概念から「以前のいは」いは同時を含む、ね、10日以前だと10日は入る、ね、9以下だと9が入るのと同じようなイメージですよってこれは A よりも B が先に死んだ場合のみならず A と B が同時に死んだ場合も C が来週相続することができるというふうに考えてみてください。 じゃあ次のお10ページです、10ページではあの今回、ですね一、獣医者の、見にくいね、これ B、B でね、獣医者の B さんが遺贈者の A さんよりも先に死んでた場合、ね、つまり私が死んだら全財産を B に遺贈するとか、遺言上 A が残していたのに、その遺贈者の A よりも獣医者の B が先に死んでしまった場合。 でこの場合やはり相続人同時存在の原則を使いまして、えー、遺贈者遺贈者が死んだ時に生きてる者しか受遺者になれない遺贈者 A が死んだ時に生きてる者しか受遺者になれないだから B が先に死んでしまうと、えー、遺贈者 A が死んだ時に B は生きてないんです生きてない B は ここの遺は無効になってしまううとということですそうするとおこれ A さんの相相続続人 D が普通ににしていくことになりますちなみに獣医者 B に C がいたからといって遺言に特段の,おあの要件が書かれていない限り例えば特段の要件というのは、えー、もし B が先に死んでた場合には C に渡すよとか書いてあればそれに従うんですがそうでもない限り代衆遺贈なるものはありませんので C が獣医者になることは基本的にはないと思ってください。 じゃあこれは B が先に死んだ場合の話問題は A と B が一緒あ同時に死んだ場合にはどうなるか A と B が同時に死んだ場合もやはり同時存在の原則遺贈者 A が死んだ時に B も同時に死んじゃうんですから遺贈者 A が死んだ時に受益者 B も同時に死んじゃうんだからやはり生きてないんです遺贈者が死んだ時に生きてる受益者しか受益者になれない、えー、その同時存在の原則を使うとやはり遺贈は無効となってしまう 無効となるということは、えー、特段の要件が書かれていない限り例が相続していくことになりますさあそれではじゃあ11ページなんですが11ページは、ね、ちょっと民法の出題はあるっちゃあるんですがこれ不当選例なんですよ不当選例で不動産東京でやりますのでちょっと11ページはまあ網がかかっているんですが今日の復習時にご覧になる必要はありません、えー、不当法でお話をさせていただきます。 さあ、それでは、じゃあ、続きまして、十二ページ、参りましょう。意思能力、意思能力、続いて意思能力に移ってきます。えー、再建法改正で、意思能力についての条文が盛り込まれました。今までは、なんと、意思能力についての条文、えー、特になかったんですよね。さあ、あそれでは、自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力。これを意思能力と呼んでいくことになります。自、え、己、ー、の行為の結果を弁識。で弁識というのは、認識と同じです。 認識と同じ事故の行為だから自分がこれやったらどんな結果が生じるんだろうっていうことを認識することができるだけの精神能力を指す大体いい小学校になれば自分が本屋さんで本を買ったらお金を払わなきゃいけなくなるで受け取った本を自分で好きにしてよくなることぐらいはわかるでしょ、ねえー、小学生になれば、ね、お菓子屋さんでお菓子買ったらお金払わなきゃいけなくなるで買ったお菓子は食べてもよくなるそれぐらいのことは小学校に入学すればわかるだろうそういったことが、えー 根拠となっていますでもし維新無能力者の下法律行為、えー、無効となりますこれが明文化された今まで明文化されてなかったのがねむしろ意外なんですけど再建法改正点ということになります維新、えー、無能力者の下法律行為は無効はい無効について説明してくださいって言われたら皆さん説明できます有効と無効について説明せよ さっき本当に基礎的な定義っていうのは出ないけれどもそれを知ってることは大前提だってちょっと前半でも言ったんですけどそういうことですよ有効と無効の違いを説明せよで有効というのは法律行為が有効だって言ったらですねそれは法律行為によって生ずべき法律効果が発生してるってことです売買契約が有効だって言ったら売買契約から発生するべき法律効果だから 所有権移転債権債務発生がきちっと発生している状態、えー、法律行為から発生する法律効果がきちっと発生している状態を有効と呼ぶんです、えー、契約は有効だって言ったらその契約から発生するべき法律効果がきちっと最初から発生しているそれに対して法律行為が無効であるって言ったら発生するべき法律効果が最初から発生していないことを意味しますね最初から発生していない。 だからそこで取り消しと区別でできるんですよね取り消しは取り消されるまで有効だけども取り消されると最初に遡って無効となる、えー、それが取り消しだったわけですこういうその,その足元を救われないように、えー、基本的な法律用語は今一度確認しておきましょうでそれセルフレクチャーに載ってますから今一生懸命チェックしなくて大丈夫ですよセルフレクチャーに定義があの定義を答えよって載ってます。 それではじゃあ未成年者から参りましょう未成年者については、えー、来年の4月いっぺせこ18歳成人になりますよって成年犠牲の論点がごっそりなくなりましたので、えー、ご注意ください18歳に満たないものが未成年者で、えー、未成年者であって結婚ができるという状態は解消されました 婚姻年齢、男女とも18歳になりましたから、未成年者でかつ婚姻しているという状態はありえない、よって、年犠牲は削除されていますさあ、それでは続きまして、13ページ、まずは未成年者からです、もうここら辺もあんまりグッたことやりませんよ、未成年者の法律、未成年者の行為能力、あそもそも行為能力の定義、まあ、特に小わだかに書いてませんけど、これもいい,いかな。のの行為の結果 事故のごめんなさい単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力ですよね単独で確定的に有効な法律行為をするることができる能力単独でというのは一人で一人で確定的に有効な法律行為をすることができる能力この行為能力その行為能力制限された方を制限行為能力者と呼んでいたわけです。 まずは未成,年者未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要同意を得ないでした法律行為は後で取り消すことができるということです発展論点発展論点についてはここはですねあのこの、えー、ページでは発展論点扱いなんですが実はその下に法律行為準法律行為事実行為 えと書いてありますねこれねテキスト2の245ページで詳しく説明させていただきますテキスト2の245そちらに委ねますから今日の復習の際にはこの発展論点で、えー、説明しているところの観念の通知とか意思の通知とかこの図13ページの下の図表ですかこれはあの今今日は保留で結構です さあそれではあの13ページ取り消しができるのが原則ただ取り消しができない行為というものもあったわけですつまり1人で行っても完全に有効な行為となるあとで取り消しの問題は起こらない。 その例外が単に権利を得または義務を免れる行為法廷代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分しまたは目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為三、法廷代理人から一種または数種の営業を許された未成年者の営業に関する行為四、そして取り消し自体は同意なく未成年者も一人で取り消せるということだったわけです。 さあそれではあの真ん中に飛ばしたあのワンポイント解説こちらを読むだけになっちゃいますからここは皆さんでさすがにお読みください。さあそれでは、えー、続いてこの例外に関する記載、ページございますでここもねあのさすがにいいですか、ここはあのも網羅的にやるって言ってもあの網羅的にやるって言うとちょっとでも飛ばすと皆さんキーてなる方いらっしゃるんですけどこれは読むだけになっちゃうんでその14ページのところはですねその えー、14ページのところに関してはあ皆さんの方でご覧になっていただきたいなとでうちの,あの物,議醸し物,物議を醸したというかあのうちの娘の話をまたするとそのあの言われちゃうとあれなんですけど、えー、この間、ちょっとドキッとするようなことを言ってましてなんか車買おうとか言って,言っていや車買うる免許取るの先じゃないとか言ったんだと車買うんだどうしても車が欲しい車買うお金だってあとた未成年者なんだから車買うって一人で買えないよって何言ってんの お小遣い貯めたお金で買った場合にはどういらないんだよって言い出したもうちょっともうな,なんでそんなこと知ってんのって言ったらですねその、あのあ、ー 実践力のテキスト見てたんですであの別にうちの娘法学部でも何でもないんですけれども実践力のテキストなんかあのちょっと興味があったらしくてパラパラ見てたらしいんですよね。それ未成年者のページを見てちょうどこの14ページですよ14ページ「毎月のお小遣いを貯金してパソコンを購入するには法定代理の同意は不要である」もうもう思い切りこの間車買う」って「何言ってそんな同意しないよ」なんて言ってであの「あんた前科あるんだから、ね」まあ前科」っていうのはあの私の実務の本30冊合計なんか30万円相当 以上の本を。 ブックオフに一人で持ってっちゃったっていうブックオフにガラガラスーツケース引っ張って私の,あの事務所からごっそり高い本だけ引っ張り出してそれ自分でスーツケース入れて小学生ですよ小学生の頃にブックファースト持ってって慌てたブックファーストの人が電話かけてきて今娘さんがなんかたくさん,なんか高そうな本持ってきてるんですけどこれ買い取ってよろしいでしょうか当時はあの身分証明書とかいらなかった時代なんでそれで慌てて行ったらまあよりにもよって一番高いあの本だけ選んでですねまあ30冊もよく運んだねなんていうもう,あもうあの慌てふためいても もちろんあれですよ同意しないでねもちろん持って帰ってきて仕事もあのお目玉食らわしたんですけどそんな前科ある身としてはですねまた来たかと思ったんですがこれをネタになるななんて思っちゃうところがいやらしい師子い魂でしょうがないなと思いながらも、まあ、でも14ページの,そのお小遣いを貯めて元があの 目的を定めないで処分を許したお小遣いである以上でそのお小遣いを貯めたお金が100万200万になった場合にそれでもって何を買うかはもはや同意不要ということにはなっていきますだから娘の言ったことはあながち間違いではないとで15ページ これももうおなじみのいわゆる一種または数種の営業を任された許された未成年者の営業に関する行為、ね、こちらはあの一種または数種の営業営業が分からないという声を時々聞くんですが本屋とか魚屋とか酒屋とか、ね、そういうレベルのことです、えー、ですからあの何でもやってよい的な営業の許可は許されないそれが包括的営業の許可は許されないまた1個の営業の一部さんまの仕入れのみとかってそういうのはだめ。えー 任せるんだったら魚屋の営業すべてという許可にしなさいで、さらにその営業に伴う,う付随的な行為すべてを指しますので店舗の借り入れや店員の雇い入れなども含んでいくということですさあ,あで。 その営業に関する範囲内での未成年者と同一の行為能力が認められると。ごめんなさい、ラストイグザンプルがちょっとこれ、あの、あの、残っちゃったところで、スタッフからごめんなさいというこの間。あの、削除要請来たんですが、婚姻に父母の同意はそもそもいらなくなりましたので。あの、十八歳にならないと婚姻できない。で、十八歳はもう成人なんで、父母の同意では関係ないんで、ごめんなさい、イグザンプルカットしといていただきたいと思います。大変申し訳ない、これ削除をお願いします。え、ですから、あの。 その営業に関する行為の範囲内での未成年者と同一の行為能力は認められる、だから魚屋の営業を許可された17歳の未成年者が、えー、例えばですよ、魚屋の営業を任された17歳の未成年者が、魚屋と全く関係なしに家を借りようと、魚屋と全く関係なしに一人暮らしの家を借りようとする、それはあの法廷代理人の同意が必要だよということです。 さあでは続いて16ページ未成年者の法廷代理人は第一次的に親権者第二次的に未成年後見人です。であそうだこ,こ,の間この話は皆さんにまだ知ってないですよね東日本大震災から10年経ちまして私、唯一一、度だけ未成年後見人をやったことがあるんですねでその未成年後見人はその東日本大震災で津波でおおご両親を亡くされた当時、えー、18歳。 のおあの女性の、えー、方のお未成年後見人を務めさせていただいたんですが未成年後見人は私だけじゃなくておばさんとダブルで組みましたでその方がです、ね、あの未成年後見人を必要とした理由は大学入学手続き大学入学入手続きと,あとあの津波で家が流されてしまったので新しい新居にいろいろ転居するに当たっての行政手続き例えばさまざまな届け出等必要ですよね。であのと当然、えー、ご両親が亡くなったので保険 保険の手続きなんかにも保険の解約払い戻しそして各種預貯金などのについての手続きなんかをどうしてもおばさん一人ではなかなか難しいというところで,で。 あのちょっと離れたところの大学に決まったもんですから一緒におばさん住んでたんですけどそのおばさんが大学の場所にまで手続きに行くことが、まあ、震災直後だったんでできないということで私があのちょっとどこの場所って言っちゃうと特定されちゃうんで言いませんが、えー、神奈川県会がその無料司法書士法律相談って言って被災地にこう 定期的に司法書士ブースを出して家が流されてしまった方そういって近しい方亡くなられた方などの法律相談をするっていうことを定期的にやってたのに私参加してそこで知り合った方からのご紹介で、えーまあ、依頼されたって経緯があるんですがで実際私がやったのはその法律的な手続き特に大学入学手続きとそれに伴う、えー、あの育英会とかの融資なんか奨学金なんかの手続きとあとお父様お母さんの、えー、相続と手続きと、まあ、それは別に 保険人としての手続きじゃなくて、司法書士としてやったんですが、あとはその保険金の支払いの手続きとか、そういったようなことでご本人と本当一度二度ぐらいしか会ってないんですよ。で、あとはあのそこの入学の手続きが無事に終わった後はもおね 妹さんだからおばさんねおばさんに全部引き継いで私実際辞任したんですねすぐにですから最後まで二十歳になるまで見,見守ったわけではないんですが本当にスポット的なあのご利用だったんですけどご利用というかお,お手伝いだったんですけど10年目の節目にお手紙いただきましていやもう感動しましたもうあの時お世話になってあの時のね「あ,のありがとうございます」「あの時はバタバタして俺言えなかったけどそのあの時、ね、のところで大学を出て今はですねもう立派に働いていらっしゃるというような近況を 報告ししててくだださる、ね、あの,自筆のお手紙をいただきまして、まあ、なかなか、ね、今こうやって SNS とかで、ね、メールとかはやってますけど自筆のお手紙っていうのがめず、まあ、久しぶりにいただいたっていうのもあってです、ね、いやなんかもう感動して私あんだけのことしかやってないのにああ覚えててくれたんだっていうことですごく嬉しかったのを覚えてるんですで実際に、あのー、私の知り合いでやっぱ大震災の時に本当に小さいお子さんだったからまだ未成年者の未成年後見をずっと続けてる先生ってやっぱいらっしゃいます。で特に宮城会とか 福島会のあたりにはたくさんそういう先生がいらっしゃる月報司法書士なんかでも特集が組まれてるんですねですから、まあ、別に被災地だからということではなく実際にご両親を、えーまあ、未成年者残して、まあ、両親が亡くなられるということは、まあ、不慮の事故とはありますからそういったところに我々司法書士もやはり関与していく余地がある、えー、それを好き好んでやるかどうかは別として私はちょっとやらないっていう司法書士もいます責任が重いし、ねえー、その方との付き合いが今までないのに果たしてどんな面してその。えー 親代わりになるっていうことの,その責任と心構えがわからないだから私は未成年、期には絶対にやらないんだっていう使用書士も少なくないんですけど、まあ、私も1回しかやったことないので偉そうなこと言えないんですが、まあ、そういう仕事も皆さんのこれからの仕事の範疇に含まれてくると思ってみてください。そそしててのの下発発展展論論点点なんでですすがここちらですねにについてこれ簡単に言うとまず あ、この発展論点はね。もう一切無視の発展論点じゃありません。え、出るかもしれないという意味の発展論点だと思ってください。未成年者が増与している場合ね。これ贈与というのは？えー これ未成年者側が損をする可能性はあるわけですから当然法定代理人の同意がなければ贈与を取り消すことができますじゃあ反対に未成年者が贈与を受けてる場合その贈与を受けてる場合には負担のない贈与なのか負担付き贈与なのかによって結論が変わるわけです負担のない贈与の場合にはこれはあの単に利益を得る行為になりますからえ同意がなくとも一人でできますということは取り消しの問題は起こらないということ ところが、えー、君に土地をあげようだけれども一生、僕を養ってねみたいに B を養わなきゃいけないなんていう A に負担のある贈与の場合にはこれ、A の法廷代理人の同意なくして贈与契約を締結してしまった場合には、えー、これを同意ない贈与として取り消すことができるということです。ここれなんてことなんといですよねじゃあ、続いて、えー、その下の発展論点です書面によらない贈与を理由とする解除これ、再建法改正で撤回改め解除と変わってます。 ご注意ください以前は撤回とあごめんなさい撤回としていたのが開催、えー、法によって解除になったんですねでじゃあ、撤回と解除ってどう違うのっていうとこれあの撤回は債権法改正後にまだ残ってます。 ちょ,っとちょっとこれ脱線しちゃうんですけど先に言っとこう撤回と解除の違い皆さんちょ、ちょっとこのテキストの16ペ,ージ16ページの CF としてちょっと書いておいてほしいんですが、えー、撤回改め解除になったんですが再建法改正後も撤回という言葉は民法中にまだ残ってますじゃあ撤回と解除ってどう違うのの撤回というのは意意意思思思表表表示示示の 効力消滅行為なんです意思表示の効力消滅意思表示の効力消滅行為行為意思表示を効力消滅させる意思表示の効力を消滅させるでこれ残ってるのは例えば523条例えば523条、ね、例えばえ東京にいる A さんが山形にいる B さんに。 「さくらんぼ1キロ売ってください」とかいうふうな申し込みの意思表示をした東京にいる A さんが山形にいる B さんに「さくらんぼ1キロ売ってください」という売買の申し込みの意思表示をしましたで売買の申し込みの意思表示をした時に B さんに対して売ってくださるかどうか1ヶ月以内にヶ月以内に あのご検討くだささいいご回答くださいだから山形の B さんに対して「さくらんぼ1キロ売ってくれ」1ヶ月間の間に売ってくれるか売ってくれないかを、ね、要するにあの決めてくれというふうに承諾期間を定めてした申し込みはその承諾期間中は撤回することができないこれが523条ですね。 申し込みの意思表示を効力消滅させることは1ヶ月間の猶予を B さんに与えちゃってる以上、ね、B さんはその1ヶ月間どうしようかな A にさくらんぼを売ろうか売るまいかって考える期間を B に与えちゃってるわけですから A さんはその期間、えー、撤回できませんよ、ね、これが撤回ですそれに対して解除解除はあの皆さんがあの今まで使っていた解除ですよ解除,、えー、解除というのはこれは 契約を後からやめることなんていうふうに簡単に言うと説明するんですけど契約の効力消滅行為の契約を後から効力を消滅させることですからあの意思表示だと撤回契約だと解除でここら辺のところがね改正法前はちょっとなんかもうごっちゃになっちゃってたのを再建法改正でしっかり整備しましょうだから書面によらない贈与は契約なので解除に変えたということなんです。 今まで撤回だったのはおかしかったんですけど、えー、契約によらないあ、失礼しました。書面によらない贈与は贈与契約なんですから解除に改めたということになります。じゃあそれを踏まえて16ページ戻りますよ。未成年者が贈与契約をしている場合、未成年者の贈与には親の同意あると思ってください。普通に贈与契約には親の同意あります。法廷代理人の同意あります。問題は、 書面によらない贈与を理由に解除するときにその解除にさらに同意がいるかって話ですいいですか間違いないでくださいねあの贈与には同意がある今問題としているのは書面によらない贈与であることを理由に解除するためにさらに同意が必要ですかでこれは、えー、A さんがあのあげるただであげるとした贈与をあげなくてよくなるということを指しますよね 上げななくくてよくなる義務を免れる行為なんです義務を免れる行為なので法廷代理人の同意なくして解除ができますいいですかもう一回いきますよ贈贈与与ににはは親親の同意ががありまますす賛成しています問題はこの贈与が書面によらないものであったということを理由に解除するその解除にさらに親の同意が必要ですかいやあげなくてよくなるってことは単に義務を免れる行為にあたるからこれは同意いらないそれが1です。 次丸2未成年者が贈与を受けてました贈与契約を締結しましたはいこの贈与は負担がつかない贈与だと思ってください負担がつかない贈与だと先ほど上で見た通り負担がつかない贈与契約はそもそも親の同意は不要ですいいですか一番下の負担がつかない贈与契約は A の親の同意はいらないだから親の同意なくして贈与契約を締結した問題はこの贈与契約が書面によらない贈与契約だった場合 書面によらない贈与契約だった時にこの書面によらない贈与契約の解除は両当事者からできますから A からも B からもできるじゃあこの A が書面によらない贈与契約を解除するのに同意が必要ですかいいですか贈与契約でもらう場合には同意いらないでそのもらう贈与契約を書面によらないことを理由に解除することに同意が必要ですか同意必要ですこっちは。 なぜかというと得られた利益を失うからですよ得られた利益を失うことになるので単に利益を得る行為とは言えない、ね、ということで法廷代理人の同意が必要ちょっとこれだからどっちのことを言ってるのっていうの分かんなくなっちゃいますから単にその法律行為の親の同意なのかそれとも書面によらない贈与を理由とする、えー、あの解除の際の同意なのかそこを区別していきましょうじゃあ17ページ続いて今度は青年非公権人ですさあ青年非公権人 ここら辺のところはそうですねあのちょっと流していきますと、えー、青年精神上の障害により、自理弁識能力を書く状況にあるもので、家庭裁判所の貢献開始の審判を受けたもの、自理弁識能力、意思能力のことです、意思能力と置き換えてください、自理弁識能力イコール、意思能力を書く状況、常にその状況、ところが気をつけていただきたいのが、状況とは言っても、1日24時間、365日、ずっととある必要はありません。 その状態が常であると言えれば、一日のうち何時間、または一年のうち何日間、ね、本心に復するって言うんですけど、意思能力を回復する時間があるという方も珍しくありません。私があの今はちょっと私は補佐にしかやってないんですが、えー、後見人やってた時に。 一度びっくりしたことがあってもう全く重度の認知症で起き上がれないももうお名前も自分の名前もわからない私のこともわからないていうか私は面識なくて就任したんですけどその、まあ、でも 1, 1ヶ月に1回必ず面談に行きますから、まあ、コロナの前ですよ。ずいぶん前で1ヶ月にに回面談に行くと一応 声をかけてで一応本人に声をかけて挨拶して、えー、挨拶しても反応はないんですけど目,目も定まらないし本当にもう息してらっしゃるだけっていうようなねで,で、まあ、一応でもご挨拶はするようにしてたでその後、まあ看護師さんやケアマネージャーさんに状況を聞いてなんてこと、えー、面談をしていた時にある時訪問に行きましたらいつもはだって全く焦点も合わないし言葉かけても全く反応ないしだったのが。 あれ、どなたかしらって言ったのでびっくりしちゃって、あれ、どなたかしらって、まあ、もちろん向こうは面識ない。私、あの、あの、その娘さんからの。 お願いででなったの,でその私はそのご本人と面識なかったので、まあ、しょうがないんですけどあらどなたかしらって言われて「いやあ,あなたの後見人に勤めてる司法書士の運のです」っていうようなあの挨拶をして、まあ、もちろん司法書士が何する人ぞ後見人とは何ぞやってことは分かりませんでしたけどどういうご紹介とかなんかそうなること言われてでいや娘さんからのご紹介でって言ったら納得されて「ああ娘元気かしら懐かしいわ」ぐらいの会話ができたんですね。でもも看護師さんもびっくりした あの看護師さんっていうかあのケアマネージャーさんもびっくりした一緒に同席されたらびっくりしてで慌てて介助師さんにあのいろいろ聞いたらいや今日の朝からすごいんですよって。あの 自分ののの結婚の前の話をずっっとされてらっしゃるで旦那さんとの馴れ初めをずっと話してくれてるんだってただ最近のことは覚え全く覚えてないっていう、ね、でであのこういうことあるんですか、まあ、3か月に1回ぐらいありますねっていうことだったらたまたまその私が訪問した時そうだったあこれが噂に噂に聞くっていうかそういうこと言っちゃいけないんですけどいわゆる親族相続の分野で青年非後見人に意思能力が回復していれば婚姻離婚、えー、認知等、ね、代理人あ 後見人の代理同意なくしてできるっていう字面では分かってましたけど千、えー、年非後見人が、えー、意思能力を回復するっていうのはどういう状況だか全然ピンときてなかったのが初めて腑に落ちたというかあこういう状態なんだなって,、ね、っていうあのことを経験したことがありますでそんな話をその後見人をたくさんやってる先生に昔話したらあらそんなの、えー、結構あのよくあることよって、ね。 1>, で1週間に23回そうなる方もいらっしゃるよなんていう話だったので、まあ、もちろん植物状態に近くて全く起き上がれないというような方もいらっしゃいますがわり、えー、と医師の診断にも幅があるので成年非後見人といってもです、ね、必ずしも重度の認知症の方や意識,意識不明状態の方ばかりではないで本当に本心に服してその間に施設逃亡しちゃったりなんかしてで、まあ、保護されてなんていう方も珍しくないと、ね。 ですから、貢献開始の審判の請求権者に本人がいるんですよ、本人ね、ねそんな状態だったら本人、自分でできないんじゃないと思うんですけど、まあ、そういう状態は考えられうるので本人が請求権者に入っていると。さあそれではじゃあ、続いてその下の発展論点はこれは出ない意味の発展論点です。さあ 続いて、えー、関連知識、要件を満たせば必ず家庭裁判所は貢献開始の審判をしなけければいけません条文上は審判をすることができるという表現なんで悩ましいんですが、そのすることができるで出てくるよりも、えー、網かけかかっている大審院の判例の表現で出題してくることの方が。 多いと思いますというか、そちらで来ると思います、だから条文よりもここは必ず審判をしていかなければいけないという方で覚えておくことをお勧めします、だからこっちに網がかかっているということです。さあ、それではえ続いて一番下、貢献開始の審判をする場合において、本人が非補佐人、または非補助人であるときは家庭裁判所はその本人にかかる補佐開始、または補助開始の審判を取り消していく、つまり、非補佐人であって、かつ非貢献人。 または非補助人であってかつ非後見人というようにダブルで審判されることはありませんあの症状が進んでしまって補佐相当が後見相当になることは珍しくないんですがこの場合には補佐開始の審判を一旦取り消してから改めて後見開始の審判をしていくということですさあそして、えー、続いて、えー、こちらのお 補佐開始の審判をする場合において本人が成年非公権にまたは非補助人であるとき補佐開始の審判をする場合においてあ違う違う補助開始の審判をする場合において本人が成年非公権にまたは非補佐人であるときについても同様つまりこれは容体が回復した場合ですね。 つまり今まで貢献開始相当だったのが非貢献人だったのが容体が回復して補佐相当になったそうすると貢献開始の審判を取り消してから補佐開始の審判を改めてし直すということになりますで従来の貢献人がそのまま補佐人になるかどうかは限りません改めてここで補佐人を選び直すことになりますでは18ページ貢献開始の審判の効果貢献人成年貢献人が付されますこれは我々司法書士がなることが非常に多いとえと、ー 横浜火災の例で恐縮ですが横浜火災は7割司法書士2割弁護士残り1割が社会福祉士さんや、まあ、行政組織さんはちょっとあんまり横浜火災はあ,のあんまり話聞かないんで、まあ、その他の資格者と市民後見人の方というような現状だそうで、えー 非常にあの専門職の場合、ね、専門職後見人の場合ですよあの親族後見にはちょっと別ですが非常に司法書士への期待は改,改めて大きいということは引き続きですただ今ちょっと危機的状況になっているらしいですよあのリーガルさん、成、えー、年後見世帯のリーガルサポート、ね、あそこに登録して検証を受けないと名簿搭載司法書士になれないんですよ。 そのリーガルサポートの会員になって必要な研修を受けてそのリーガルサポートの研修が終わった司法書士が家庭裁判所に候補者名簿として名簿に名前を載せてもらえて家裁にその名簿が提出される成年後見開始の審判をするときに後見に候補者がいない場合にはその名簿からマッチングをするっていうふうにして司法書士にあの後見人の。 まあ、ご依頼が来るんですねでところがその名簿に搭載されている司法書士が年々減ってしまってその逆に弁護士さんや行政書士さんも同様の制度を作っていて火災にその研修をクリアした弁護士や行政書士の名簿を火災にどんどんこう送ってるんですよ。でその時にあの 今横浜の例でしか私はちょっと自分が知らないのであんま他のところ言いませんが東京も多分同じだと思うんですがまず火災は司法書士名簿からマッチングしますこれどこの火災でも多分同じでそこでマッチングできないと次、弁護士名簿名簿で次に社会福祉士さんの名簿。 でその次が確か行政書士さんか、まあ、あとはその市民後見人の方たちかというようなことだというふうふに聞いているんですねでもところが司法書士名簿に載っている人が減ってしまうとマッチングできない可能性があるマッチングというのは例えばもう10人も20人も抱えているから今もう1人増やすの無理ですと言われて断られちゃうとかねあと距離的な問題とかそういったもので都合が合わないとかねそういうのでちょっと司法書士名簿で今誰も候補者うまい人がいないのでじゃあ次、弁護士名簿 というふうに今までは司法書士で大体食いとどまってたのが司法書士でマッチングできなくて他の名簿に行くってことがかなり増えてきてるそうなんですでなんでそんなことになっちゃったかというとまず一つに、えー、景気がいい我々司法書士業界の景気がいいんですで景気がいいから何も後見人を、えー、務めずとも投機でもって十分食えていける。 そうするとなかなか貢献の方っていうのはやっぱりどうしても経験値が当期と違って、えー、相当必要となります私ももうちょっとこりごりだなと思ってるのが、えー、やっぱりその当期だったら同じ当期を10回やったらもうプロですよもう例えばそもそも資格持ったプロですから同じ当期をね10回も経験すればもう11回目12回目間違えること絶対ない揺るぎない自信がねあの、えーまあ、つきます怖くもなくなるね。 まあちょっとお客さんにもよりますけどそれはえ普通だったら「怖くもなくなるだけれども貢献は10人後見人に勤めたからもう大丈夫とは絶対言えません絶対言えないもう私10人もやってませんからあんな偉そうに言うなって感じなんですけどもう本当に100人の非貢献人がいたら100通り違うんですよねその方の認知症の状況ももっと違うのはその方を取り巻く家族の状況が違う。 えもう家族で円満な家族もいれば本当に先ほど言ったように憎しみ合っている家族もいるね親の金目当てに子どもがまるで本当に親の金で食ってるようなねで見かねた家族が貢献を申し立ててで私が就任したばっかりにねあいつは泥棒だとかってねまあ騒ぎ立てられて警察沙汰だって話があるなんて話も前あのツイッターかなんかでした記憶がありますが本当にその時もう嫌だ。もうこれちょっとねあの やってらんないで私その時3人目だったんですけどその警察だだになっちゃった時もうあの非後見人の息子さんがお父さんのお金自由に使いまくってたのが私が後見になってから自由に使えなくなっちゃったんで怒り狂ってですねでうちの事務所の、えー、あのにいきなり日曜の朝にやってきてですね えー、覚醒器使って事務所の周りで「この司法書士は泥棒です!」とかって言い出して「親父の金が自由に使えなくなった!」とか言ってそのた当たり前の後見人が私が全部管理するんですが親父の金使えなくなるのは当たり前なんですけど「あお親父の年金引き出せねえ!」とか言ってであのお「俺が今まで自由に使ってたら」まあ、外へ酔っ,払ったんですよ朝から酔っ払って、まあ、前日から飲んでたんだと思うんですでもこれちょっとああどうしようと思って警察呼んででも警察基本民事不介入ですから、まあ、あの説得はしてみますけど。あの、えー 連れれててて帰るわわけにいいいかないっっ言われてねちょっと説得お願いしますパトカー来ちゃっておまけに私住宅街で開業してましたから近所の人が「なんだなんだ」ってね「あの司法書士は泥棒だ」とか言われた世間体も悪いですしそれでもう日曜の朝からだしもう,もう大騒ぎになってで、まあ、結局でも酔っ払ってたってこともあって本人パトカー来たらやっぱりびっくりしちゃったらしくておとなしく帰りましたけどでその後謝罪もありましたけどもね「ああもうちょっと困ったなっ」もうこれはちょっともう嫌だな」って先輩の司法書士に先輩のとかいうか知り合いのやっぱりベテラン司法書士に そんなのかわいいもんよそんなねあの、えー、そんなんでやめちゃうのもったいないってねもっといろんなことあるよ、ね、なんて言われて、えー、先生、それ私ちょっと耐えられるか分かんないって言ったら何言ってんのそれが楽しいなよって言われたんですよでうわすごいなその心境と思っていやそれが楽しいのよって一体何人目からそう思えるようになったんですか 人人目とか言われて「先生今何や人,っ、まあ、人やってるんですか?」三十30人」っそれゃ30人の後見人やったらそりゃね肝も据わるわ」まあその先生は私が大好きなあの元党機関の、えー、ベテラン女性の司法書士の先生なんですけどねで、まあまあ、だから何が言いたいかというとそういうことをまあ楽しめちゃう人と私みたいに小心者のようにもう一人でえもう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 無理とか、ね、今,今ちょっと近隣のよしみでヒーさんに引き受けちゃった件が新規であるのでその1件だけやってますがまあちょっと 新規これから貢献はどうかなと思っているところです。ただ皆さんの中でね、そうい埋め付けるつもりはないので、ぜひい,い,いろいろね経験をしていってほしいなと。ただもうそういう経験値がなかなかあのうまくね作られていかないように私は思います。で、まあそういったこともあってから成り手が少ない。でもそれはねちょっと我々の業界としてはどうなのかと思うので、皆さん方に期待したいところ。私はちょっと先生、えー、は離脱しそう。まあまあそんな話で十八ページで取り消しができることがまず基本でした。 え基本的に本人に同意を与えて本人に行為をさせるということは想定されてないなぜならば同意どおりに動けるとは保証できないからですお金借りてきていいよって同意しても車を売ってきてしまうかもしれない、えー、いわば後見人の同意に法的な意味がないだからこれを後見人に同意権がないと表現していくことになります。ただ年非後人もいわゆる えー、残存能力をこう生かしていく意味でもそして可能な限り普通の人と同じように接していこうというねそれがあの、まあ、障害などをお持ちの方にも優しい社会になるという発想から日用品の購入その他日常生活に関する行為は成年非公権人が単独で有効に一人で行うことができるでこちらは後で取り消しの問題は起こらないということになります。さあそれでは、えー、このお 後見人につきましてはちょっとまとめの図表、まあ、最終的には25ページ見て分かればいいと思うんですがその25ページご覧になっていただくとですね25ページ貢献については後見、えーあのー、人の権限のところにいわゆる同意権はない取り消し権は原則ある、えー、だけれども日常生活に関する行為については後見人は取り消し権なし。 そして代理権はこれは法定代理人ですから、えー、代理権付与の審判なくして、えー、代理権ありということになりますで代理権については <coughs> 日常生活に関するものを含む全ての財産的法律行為に及ぶということですさあそれではじゃあ続きまして、えー、補佐人にまいりましょう非補佐人にまいりましょう18ページです精神上の障害により自理弁識能力は著しく不十分なもので火災の補佐開始の審判を受けたもので自理弁識能力イコール意思能力意思能力が あるんだけども著しく不十分だからあるのかないのかと言われたらあるんですだけども著しく不十分とそして、補佐開始の審判請求権者には本人もちろん含まれていますで、えー、本人の以外のものが請求した場合に本人の同意はいりませんここが非補助人と違うところですさあ補佐開始の審判の効果補佐人が付されますで、えー 補佐人はやはり司法書士が専門職の中では一番多いということは同じですさあそして19ページです補佐人の行為能力非補佐人が13条1項2項の法律行為をするには補佐人の同意が必要です非補佐人が13条1項2項の法律行為補佐人の同意が必要ともし同意なくして1項2項の行為をした場合補佐人が取り消すことができます ただあ次の行為は取り消しできません13条1項2項以外の法律行為と日用品の購入その他日常生活に関する行為ですでは19ページその13条1項1号から10号10号が追加されています改正法再建法改正による追加ですではまず元本の領収利用、えー、借財保障、えーまあ、これはもう下に全部説明載ってますからいちいち読みませんよ不動産重要な財産に関する権利の特措 重要なというのは、えー、実務ではその方の総財産に対して高額なというニュアンスを含むと言われていますですからその方の総財産が1億2億ある方だったら1000円2000円は重要な財産にはならないだけどその方の全財産が、まあ、例えば10万しかないんだったら1000円というのは重要なあという要件に含まれるということなのでどこから先が重要なのかの基準というのはその人によりけりなので試験には出ない。 だけども重要なという要件がついている点はご注意くださいで私が以前やっていたちょっとその後他の本職に変わってもらったんですけど以前やってた補佐人の件では、えー、と20代の男性でもって、えー、と精神的な疾患によってですねあのインターネットショッピングをやりすぎてしまう。で一度あの ポポポポポチチチチチとややっっっちちゃゃううてですよでも同じものを10個も20個も30個も買っちゃうんで,で1個あたりのものはあの当時はあの昔は DVD 売ってた頃なんでその DVD 今はちょっとね DVD はあまり通わないと思うんですがあの映画の DVD を同じタイトルを1枚あたりは3,000円とか4,000円とかなんですけどちりも積もれば何とやらで,で困り果てたお母さんが、ね、相談に来られてですね「あそれだったら補佐開始、えー、の審判しましょう」って言って補佐開始の審判で,でお母さんにどうされます かご自分で補佐人やりますかって言ったら私無理なんで先生やってほしいというのであの要するにいい候補者として私を補佐人にしてほしいって言って申し立てるとリーガルサポート経由の名簿を使わずに申し立て書に書いた候補者それがそのまま補佐人になれるんですでそのただ候補者誰でもいいってわけじゃなくて候補者が親族だとプラス補佐監督人が司法書士または弁護士など名簿から監督人が必然的についちゃうんですね ところが候補者が、えー、我々司法書士などの資格者だと候補者、えー、として書かれたものに、えー、補佐人100%、えー、決まりますでその場合司法書士が候補者として書かれていてであのいる場合にはです、ね、補佐監督にはつきません。私もそれで候補者として、えー 私の名前を書いて申し立てをしてで補佐人になって補佐監督についたらどうしようと思ったんですけど補佐監督にはあのあのつきませんで、まあ、私は一人で補佐人に勤めたで私はリーガルの会員じゃないのでリーガルサポートの、ね、研修が、ね、えあの受ける体が余裕がないというか、ね、研修受ける暇がなくてリーガルサポートの会員ではないんですがだから名簿には載ってないんですが候補者として私の名前を指定してもらえば補佐人後見人にもなれるんですね。でそそななっったんでですよでなってで案の定その日補佐人の定補人 病状はな治らないのでまあ1週間に1度ぐらいですお母さんから電話かかってきて「またやっちゃいました」「今度何ですか?」「T シャツ100枚です」とかあ「じゃあ T シャツ100枚じゃあその現物届きましたか?」届きました」ね。じゃあ,あの業者の名前を教えてください」って言って業者の名前を教えてもらってそこでましてでも物中にいいところだと「私補佐人のなんとかです」って言うと「これこれこういうところで」って言って「じゃあちょっと補佐開始の審判書の製本のコピーを送ってくださいと」とファックスで送るとそれで「まあ分かりましたじゃあお取り消し手続き入ります」って言ってくれるところもあれば「ああ?」とか言われて「ああとか言って、なんだそりゃとか でうちはそういうのは応じてないガチャンと言ってそういう来ちゃうと業者も少なくなくてまあそうなるとも大変ですよもうねしょうがないからもうあれですねもう何度も何度も電話したりもう場合によってはその業者のところまで行ってでも取り消し、まあ、最終的にはもう、えー、支払い督促しますよとかねそういうふうに法的手続き取りますよって言うと大体みんなあのお金返してくれるんですけどそういうのをまあ3か月4か月ぐらいやったのかなもちょっとあまりに頻度が多いので正直私も大変になってきましてでちょっとと。 これはどうしたもんかなっていう時に、まあ、あのその話を以前、ちょっと会の方でしてましたらあじゃあちょっと私、それ引き継ぐよって言われて本職の別の先生が代わりに引き継いでくれて、ね、で私、辞任する形で引き継いだ今ちょっとだからそこはあのもうご縁はないんですがそういうようなところだとまさに重要な財産に関する権利の特措っていう13条1項3号を使って取り消しをしたということになります。 で次4号が訴訟、5号が贈与和解、仲裁判断、6号が相続の承認、放棄、遺産分割、7号、贈与、遺贈の拒絶、負担付き贈与、遺贈の受諾、8、えー、新築、改築、増築、大修繕、これは請負い契約の注文主側になる場合を指すんですよ、請負い人側として一人で契約する分には同意いりません、非補佐人が大工だった。 被補佐人が新築の請負い契約を補佐人の同意なくして締結しちゃった補佐人の同意なくても取り消せませんなぜか職人だからです <laughs> ちょっと語弊があるな職人だからですって言っちゃうあれなんですけどあの体に染みついた職人技ってその認知機能の低下によって変わらないんですって。 すすごいなと思うんですよねだ,だから大工さんなんかこう職人としてもどこの感覚にこう釘を打つかとかねそのこう職人技ですよ職人技っていうのは例えばちょっと精神上の障害等によって認知機能が低下しても職人としてのですね能力っていうのはそのそれと一緒に衰えないっていうなんかこう経験則を根拠にするという学者といや 生活の糧を奪ってしまうことになるから同意が必要な行為ではないんだという学者と大きく2つに分かれますなんで同意いらないのかそれは職人だからだっていう理由といやいや大工さんが自分で仕事を一人で受任できなくなっちゃったらそれどうやって生計立てていくんだって、ね。その その職業にまで補佐人といえども口を挟むのはどうなのかっていうねそういう理由付けをする学者とに分かれますただまあ理由はどっちでもいいですから覚えておいてくださいさあ続いて単賃ですね三輪10年土地5年建物3年同産後6か月を超える賃貸借契約は補佐人の同意が必要ですさあ続いて改正点1から9に掲げる行為を制限行為能力者、えー、未成年者成年非公権人補佐人および、えー 17条1項の審判を受けた非補助人の法廷代理人としてすることこれ、改正点なのでちょっと書いておいていただきたいのですが、まあ、どこに書こう21ページにまで 10, 10番までの説明が載ってますから21ページの10のところの近くに書いておいていただきましょうか21ページの10、はいえー、例えばですね未成年者の A さんが えー、いましてお父さん一人親だと思ってくださいまあお母さんでもいいんですけどお父さんもしくは一人親のお母さんが法定代理人でこの B さんが非補佐人であるというような場合です非補佐人である、えー、非補佐人の法定代理人というのは存在しますで、この非補佐人には当然補佐人がついているその補佐人が D さんだったとしましょう でこの時にこの非補佐人の B さんが C との間で、えー、C との間でですね土地の売買を行ったこれ13条1項3号不動産の処分行為にあたるんですね13条1項3号の不動産の処分行為にあたるでこの時に B が A の代理人として A の土地を C に売却する。または C から A のために土地を買ってくるでもいい、まあ、とにかく A の代理人として B が C との間で土地の売買契約を締結する場合にはその法定代理人 B が非補算人である以上、D、の同意をもらいいなさいだから要するに B は法定代理人だから1人で本当は代理契約できるはずなんですがその法定代理人である B 自身が非補佐人であるならば非補佐人について13条1項の行為を1人でやることは、えー、できないので補佐人の同意をもらいなさい。 そういういことですもう1回見ていくと1から9に掲げる行為を制限行為能力者の法廷代理人としてすること1から9に掲げる行為を法廷代理人としてやるときには補佐人の同意が必要ということですこれ、えー、再建法改正点となりますさあそれではじゃあ21ページの10番まではこれ今の話の説明ですから皆さんの方で各自お読みくださいちなみに20ページの発展論点は、えー、読まなくて結構です さあそれでは続いて21ページです2保佐人の同意を要しない行為これはあ非貢献人と同じく日用品の購入その他日常生活に関する行為については同意が不要ですさあ続いて3保、えー、佐人の同意を要する行為の追加 火災は13条1項所定の行為以外の行為についても補佐人の同意を要する旨の審判をすることができるただし日用品の購入その他日常生活に関する行為は除かれるということで、えー、やはりあの非補佐人といってもステレオタイプではありませんからもう10人いたら10人とも状況は違うわけです先ほど私があの一度勤めたといったネットショッピングばっかりやっちゃうというような方もいらっしゃればねその ああそうだ今回、私が受任したのはちょっとさすがに守秘義務から言えないんですけど例えばあの、私は受任しないで申し立てだけした件だからギリ政府か。 統合失調症の症状がやはり出られて、えー、どうしてもこうあの日常生活がうまく送れなくなってしまっているなんていう方の申し立てをしたことが3件ぐらいありますであとは軽度の認知症,軽度の認知症、えー、等で日によってすごく状況が変化するだからずっと状況悪いともう貢献なんですけど、まあ、そこまでではないというような軽度の認知症の方もいる。そうすると そういった方たちの状況って千差万別なので一律13条1項から1号まで同意を要する行為としてしとけは足りるかっていうとそうとは言えない例えば先ほどの話はないんですが先ほどの,その私がそのインターネットショッピングやっちゃうっていう方の場合には。 その補佐人になってた当時その非補佐人の総財産がそれこそ10万とかしかなかった方だったんです。そのあ私がだから 人人を務めたたっっっっててさっき言った話の非補算人の総財産って10万程度ま,あまだ若い方だったんでね10万か20万ぐらいだったんですよだから1,000円とか2,000円とかの DVD 買っちゃったのも重要だっていうことに入ってさっき言った通り3号でもって取り消せたんですけれどもだけどもし例えばね資産総額が1,000万とか2,000万とかある非補佐人が同様に1,000円とかのインターネットショッピングを繰り返しちゃう。ということは一般的に1,000万も2,000万もあったら1,000円程度じゃ重要な要件は満たしません。となると十三条一項 三号の同意を要する行為に当たらないってことは取り消せないということになっちゃう。でも現にそれを一日に何回も何回もねクリックしちゃうって言うんだったらやっぱり問題ですよね。だったら重要な財産に当たらなくとも同意なくしてたとえ千円のものでもインターネットで買ってしまったら同意なくして買ったら取り消せるというふうにしてもらった方が良い。こういう場合に十三条二項によって火災に申し立てをすることによって保佐人の同意が必要な行為を追加してもらおうということになるんです。 でそれはまさにその人の状況によってこれが危ないじゃあ追加してもらおう、ね、ということによって判断をしていくことになりますただしできるのは追加ですから、えー、縮小することはできません一人で、えー、あのあ同意が必要な行為を減らすことは補助との差別化ができなくなるので認められないということです、はい、22ページいきましょう補佐人に与えられた権限ですまず13条1項2項の行為について同意権があります でもし同意を、えー、しないのに本人がやってしまったらもちろん取消し権もありますでは代理権はというと当然には代理権はないんですねこれは代理権付与の審判によることになりますでちなみに代理権付与の対象は13条1項各号の中から選ぶ必要はありません、えー、ですからそれは自由に選べるでちなみに私はまギリギリのところで話すと今回、えー、代理権をもらいました 保産人なんですね私この間就任したんですが保産人でそのあまあ、いいかぎりぎりで言いますとその方の不動産を持ってらっしゃって不動産についてですねこれあの家賃を受け取るっていう行為を毎月行っていたんですよで家賃を受け取るって何ですかこれ19ページで言うと、えー、これ家賃を受け取るっていう行為は、えー、この <coughs> あのー 家賃を受け取ることは1人でできるんだ家賃を受け取るのは1人でできるんですけど19ページの一のところ見てみてください。ページの元本の領収というのは利息や賃料等の果実の受領は単独で OK でしょでだから、えー、利息や賃料等を受け取ることはの例え補佐開始の審判されてもその方1人で受け取れるんですよ。だけど 結局なんで私のところに頼まれてきたかというと受け取ったはずの家賃が全然ないとどっか行っちゃってるとでどう使ったのか本人も覚えていないでで一応、受け取ったことは間違いないらしいだけどそれがどう使途不明金になっちゃってるそういったようなことで相談を受けた案件だったのでそもそもお、まあ、要するに家賃を受け取る行為を13条2項によって同意が必要な行為に追加してもらうことも考えたんですけど それじゃあね毎月のことだから毎月家賃を受け取るのに私が同意を与えて家賃を受け取ってっていうふうなことを毎月同意が必要な行為として追加してもらうよりも。 端的に私がが受け取っっったた方が早いいじゃないかって思ったんですねで。それを家族も望んでらっしゃったのであじゃあ先生の口座にじゃあ直接その賃借人から、まあ、アパートだったんですねアパート1棟持ってらっしゃる方で賃借人の方からその私が同意を与えて家賃を受け取らせるんじゃなくて直接私の口座に、まあ、もちろん預かり口ですけど預かり口の口座に支払ってもらうように、えー、した方がいいだろうってことになって、えー、これ 代理権付与の審判、ねだからですね、家賃の受領についての代理権付与の審判を申し立てました審判をおりましたので今後はあの預かり口の私の方の口座に賃借人に家賃を振り込んでもらう、ね、というような形にすることになったんですねでこんなふうが同意を与えて本人にやらせるという方向で追加していってもいいしそれでいいんだったらそれまでなんですけど本人がいや同意をもらってやるのでも自信がない、ね、特に預貯金の管理なんてよく言われます。 で預貯金の管理これ預金の引き出しは元本の領収に当たるのでそもそも同意が必要な行為に当たるんですがじゃあ同意を与えて預貯金の引き出しを、えー、本人にさせて果たしてそれでハッピーなのかというと、ねど「預貯金引き出していいですか?」いいですよってしよ補佐人が言って同意もらって引き出してきた。でも引きき出してきたお金 帰り道にねバス停で配っちゃったって言ってバス停で配っちゃったって言ってもう家族びっくりですよもうびっくりであの、えー、それであの、まあ、そ,れそれが私のところ来るきっかけになったんですけどそれだったら同じことじゃないですか同意していいですよ今日年金受領日だから引き出していいですよ同意しても引き出す帰り道でまるの人に配っちゃったらそれどうにもならないわけでだったら預貯金の管理を全部補佐人に代理人としてだからその場合補佐人がキャッシュカードも 預金通知をも管理する一切本人はもはやあのそこについては自分でやらないというふうにすればそれでは丸く収まることも多いそういう本人の状況によって代理権付与をどうするかというのを選んでいくというのが実情になりますさあそれではじゃあ次の発展論点22ページの発展論点はその名の通り発展論点ですじゃあ次23ページ非補助人非補助人は、えー、意思能力があるあるし、えー、著しくが取れて単に不十分という状態です 補助開始の審判を受ける補助開始の審判のみ本人以外の者の請求により補助監視を審判する場合には本人の同意が必要ということになりますでは、この補助開始の審判ですが補助開始の審判だけするということはありえませんプラス同意権付与の審判または代理権付与の審判または両方という3パターンの中から選んでいくことになるわけですねで気をつけていただきたいのは補助開始の審判プラス代理権付与の審判をした場合 例えばだから補助開始の審判プラス預貯金の管理だけ補助人が代理人となれるというように預貯金の管理についてだけ、えー、補助人が代理人になれますよなんていう代理権付与の審判をした場合には非補助人の法律行為は一切制限されません非,法律非補助人の一人で不動産買ったり、えー、あの車売ったりお金借りたり、えー、同意なくしてできるだって同意権付与の審判がされてないからです。 だから代理権付与の審判だけの場合には非補佐人の行為能力は制限されませんので一番下関連知識見てください補助人に同意権が付与されず代理権のみが付与されている場合非補助人の行為能力は制限されないこの場合同意なくして1人でやったっていうことが起こりえないので補助人が取り消すまたは追認するということもありえないということになります。では え続いてこの同意権付与の審判がされる場合その同意対象の行為については次の24ページ13条1項号号から10号の中かららの中ピッックアップしていくことになりますご本人の状況によってこの,この方はね預貯金の管理だから元本の領収利用を同意対象にしましょうまたあの片っ端から人を訴えてしまうっていう癖がある、まあ、そういう方本当にいらっしゃるんですね。えー、もうああのまあ ちょっと周りからすると迷惑な方なんですけどもとにかくいろんな人を訴えまくってで、えー、そういう方一回だけお目にかかったことあるんですがその方の書いた訴状を拝見したことがあるんですが結構。 こうしっかりと作られて、ね、ら訴えまくってるから訴状書くのうまくなっちゃったんですよ。でそ,それで訴えられたって言って青い顔してその私のところ飛び込んできた、えー、訴えられた方がねであの「先生どうしようこんなのもらっちゃった」全然身に覚えがないでそれで連絡取ったらその方のお、まあ、家族の方が「すいませんこのうちのこの人あのしょっちゅうなんかあの、えー、あのインターネットに載ってるような人の住所氏名に対して架空の請求で訴えちゃうんです」って言って、まあ、んかっ妄想癖があってなん,でなんて言ってもうすぐさま取り下げますからなんて言ってことなき得たん ですけどあそ,そ,うそういう方もいらっしゃるんだと思ったんですが、まあ、そういう訴訟行為をただひたすらやってしまう、ね、というような、えー、場合であれば訴訟行為について補助の同意権付与の審判の対象にすればよいということなんですでさらに代理権付与は13条の中から選ぶ必要はありませんこれは先ほどの補佐と同じ、ねえー、代理権付与の審判は本人の状況に応じてやはり選んでいくことになります。さあそれでは、えー 一番下のワンポイント解説はもうさっきから説明している同意権、代理権、えー、追認権、取消権の言葉の意味なのでご覧になっていただくとして25ページまとめていきましょう、えー、補佐については補佐人の権限13条1項1号と2項の行為について同意権があります同意権付与の審判はいりませんで、えー、この同意が必要な行為なのに同意なくして一人でやってしまった場合補佐人には取消権があります。そして、えー 補佐人に代理権はというと、当然にはありません。付与の審判を受けた範囲で代理権がある。その代理権の範囲は、十三条一項の行為に限られません。で、補助、補助人の権限。まず、補助人は同意権。必ず当然にあるとは限りません。同意権付与の審判があれば、十三条一項の一部に限って同意権をもらいます。で、同意をせずに、非補助人が一人でやってしまった場合。 この場合取り消し権があります。えー、でもって代理権、やはりこれも代理権付与の審判を受ければ代理権がある。そして代理権の範囲は13条1項の範囲に限られないというのは補佐と同じです。まあ、最終的にこのまとめでご覧になっておいてください。 さあそれではじゃあ続いて26ページ、ちょっと最後これだけだとおしまいにしちゃいますね、26ページ、切りが悪いんで、26ページ、制限行為の力者と取引をした相手方の保護の制度です、制限行為の力者と取引をした相手方は結局、取り消されるのが、追認されるのが、もう非常にチューぶらりんな状態に置かれてしまう、そこで、そのチューぶらりんな状態に置かれている相手方を保護するために、相手方の方から再告をすることを認めていく。で再告というのは、えー、一定期間内に 白黒答えがないと、えー、一定期間内に白黒はっきり答えがないと一定の効果を生ずるという点がポイントになります一定期間内にノーリアクションだと一定の効果を生ずるだから債告と請求って同じですかって質問されるんですけど結論は違います請求というのはただ単に一方的にその払ってくださいとか言うだけねでそれに対して債告というのはその一定の行為を相手に求めてその行為を求めたのに 相手がノーリアクションの時に一定の結果を伴う、一定の効果を伴う一定の行為を求めたのに相手がノーリアクションの時に一定の効果を発生するこれが最なんです。まさに例えば、ね、1九歳で十7歳で一人で車を買ってきてしまった未成年者で18歳になりました18歳になったその18歳になった元未成年者に対して車の売り主がね 君さと、ね、去年の、ね、車の売買、えー、追認するのか取り消すのかはっきりしてよ、追認するのか取り消すのかはっきりしてよというふうに催告をしたにもかかわらず、1か月以上の期間内に、えー、うんともすんともノーリアクションであると、これも追認したものとみなされる、そうですよね、えー。また、17歳の未成年者は車買ってきちゃった。 その17歳の未成年者に再告することはできませんから17歳の未成年者の法廷代理人に対してちょっとお宅の息子さんが、えー、車買ってきちゃった、ね、あれ、えー、追認するのか取り消すのかはっきりしてほしい来月の、えー、1ヶ月後の何月何日までにはっきりしてほしいと言ったにもかかわらずその来月の何月何日までにうんともすんともノーリアクションだとやはり追認したものとみなされてしまう。このように、えー 再告された相手が自分で決められるのにノーリアクションの場合にには追認ななしになりますでところがちょっとここだけ最後、えー、非補佐人非補助人この非補佐人非補助人が同意なくして一人で車を買ってきてしまったでこの非補佐人非補助人に対して相手方が1か月後の何月何日までに、ねえー、補佐人の追認をもらってきなさい。 補佐人の追認をもらってきなさいというふうに採告をした場合は要注意なんです採告の言葉違いますよさっきは、えー、追認するのか取り消すのかはっきりしろという採告であったのに対して今回は補佐人の追認をもらってきなさいというふうに非補佐人または非補助人に採告をしたところが非補佐人非補助人側が一ヶ月経ってもうんともすんともノーリアクションだと取り消しみなしでしたよねなんででしたか これ言われた本人が自分で決められないからですよ言われた本人が自分で決められない自分で決められないのにノーリアクションの責任を、えー、追認という形で負わされるのはそれはかわいそうだろうということで、えー、補佐人補助人助の追認をもらってきなさいでそう言われた非補佐人非補助人は自分で決められないでそれなのに1か月間ノーリアクションだったからといって追,追認みなしは、えー、これは 国だということで取り消ししたものとみなされるということにしたわけです、えー、このようにです、ね、言われた本人が自分で決められない場合にはあ取り消しみなし言われた本人が自分で決められる場合には追認見なしそこをしっかりと確認しておいてくださいそして最後に未成年者や未成年非御家人に対する催告、えー、というのはそもそも催告自体が無効ですのでそこも併せてご注意しておきましょうさあ関連知識のところは皆さんの方でどうぞご覧になっておいていただきたいと思います。 あちょっと終わんなかったですね、えー、制限行為、能力者の差術あ,あちょっとここちょ。ちょっと中途半端な終わり方で大変申し訳ないんですが、まあ、制限行為、能力者の差術はじゃあ次回のところで、えー、やっていきたいと思います。ではあ、今日のセルフレクチャーなんですが、<laughs> セルフレクチャーは今日はちょうどえー。9ページは無理。8ページのえー、8ページの。25。 番まで8ページの25番まで皆さんの方で解いていただいてで前半の冒頭で言ったようなやり方でもってちょっとですねあの試しにどんなもんかいなっていうのをご覧になっていただければと思いますそしてあの今日は無料体験してくださった方あのこの後、えー あの生で来てくださっている方のみで恐縮ですがご,ご質問とあもちろん受講済みの方も含めて講義の内容の質問を受けます。そしてあの受講相談自体もお受けしようと思ってます。でただ今日決められないという方もう一回次回もえ無料そ無料体験ができますのでそういったものもどうぞ合わせてえまあご利用ください。それではいよいよ今日から始まりました実践力パワーアップ講座頑張っていきましょうね。私もあの全力で頑張りますので皆さんの合格をとにかくサポートします。えー、ですので皆さんも全力でついてきていただきたいなと思います。それではじゃ。 じゃあ本日の講義以上で終了したいと思います。えー、皆さんどうもお疲れ様でした。